FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。こんばんは、清水久志です。日本放送ショーアップナイターのテーマが月曜日の10時に流れました。はて、プロ野球はもう今日一試合だけ実はあったんですが、もう終わっておりますが、というのも実はここからの時間はですね、日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020と題しまして、あの大人気野球ゲーム実況パワフルプロ野球、今は e ベースボールパワフルプロ野球2020と言います、あのパワープロを使ったゲームのオールスターの模様を本物の野球中継日本放送ショーアップライターさながらに実況してまいります。ということで、私日本放送東京有楽町のスタジオにおりますが、私のお隣にももちろん今日の e オールスターで解説をしていただくこの方にお越しいただいております。はい、元東京ヤクルトスワローズ真中満です。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。真中さん、はい、はいはい、ちょっと不思議な感じですね、月曜日のねスタジオで、ね、暗がりの中この時間ね、ちょっと遅い時間ですけど頑張りましょう。俺のテレポンやるぐらいの感じですよね本当にね、そろそろそういうのもあんのかな。そういや、ない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 。でもやっぱこのテーマがかかるとショーアップライター始まるなって感じが、はい、ね、野球のテーマですもんね、すると思いますけれども、はい、さて、あの e ベースボールパワフルプレーという、いわゆるパワープロ、こちらを使ったの e スポーツリーグ NPB 日本野球機構とコナミデジタルエンターテインメント共催のプロ野球の e スポーツリーグが実は2年行われまして、はいはいはい、今度の12月に3年目を迎えるんですが、うん、ですね、私もそちらの実況を、うん、真中さんも去年一昨年と解説をされていたと。そう、もう3年目になりますよね。そうですよね、はい。で、e ベースボールといえば真中さんというところなんですが、今日は初めてね、この e ベースボールプロリーグ、はい、e オールスター2020ということで、ラジオをお聞きのあなたにもこの e ベースボールとは何ぞやというところ、さらには今日の e オールスターとは何ぞやというところもちょっとお話ししていきたいんですけれども、うん、そうですね、まあ、真中さん、はい、e ベースボールはね、プロリーグは実は12球団に4人ずつのゲームをプレイするプレイヤーがそれぞれおりまして、はい、いいですよね、それぞれね、リーグ戦を戦って、はい、ペナントレースからクライマックスシリーズ、さらには優勝まで決めると、うん、そうなんですよね、日本一まで決めるんですよね。去年はヤクルトがセリーグで優勝、はい、でロッテがパリーグで優勝、はい、ただクライマックスで巨人がヤクルトを下して下克上、うん、ジャイアンツに負けて、そうですね、で、ロッテはそのままクライマックスを突破して e 日本シリーズというのが行われて、はい、巨人が日本一に輝いたと、うん、強かったですね、いうシーズンでしたよね、はい、強かった。なのでちょうどね、野球のオフシーズンにやっているので、はいはい、野球が好きな人は野球のシーズンが終わればその e ベースボールがお楽しみいただいて、もう1年間ね野球を楽しめるというのが、ね、特徴ですよね。そうですね、はい、e ベースボールが終わればキャンプが始まるっていう、そんな日程になっておりますが、はい、どうやら3年目もそんな日程ということになっていきそうです、うん、で今回の試みなんですが、あの新型ねコロナウイルスの影響で残念ながらプロ野球のオールスターゲームが行われませんでしたけれども、 NPB とコナミが共催する e ベースボールプロリーグではこのパワープロ e ベースボールパワフルプロ野球2020の中の選手からファン投票を行いまして、プロプレイヤーがその選手たちを使って戦う e ベースボールプロリーグ e オールスター2020を開催しました。で、日本放送でもこの試合を生中継いたします。で、この e オールスター2020、簡単なルールで言うと9イニングで戦ってオールセントラル対オールパシフィック、延長なし DH ありという形で行われまして、プロプレイヤーがセリーグパリーグ2人ずつに分かれまして操作を分担してプレーいたします。さらにこの出場選手についてはファン投票でツイッター投票などで行われまして、はい、ポジションごとにそれぞれのメンバーが出ました、うん、さらに両リーグから1名が選ばれるプラスワン投票も行われまして、はいはい、さらにさらに今回はですね、真中さんがセリーグの監督扱い、はい、そしてパリーグが GG 佐藤さんが監督として、実は推薦枠を、そうなんですよ、監督推薦でね、ピッチャー2人、野手5人、そうですね、そこに僕らが足して選ばせてもらったんですよ。ですから真中セリーグという感じ、そうです、そうです、僕がセリーグの監督なので ね、 そうですね、僕が選んで、でパリーグの方は GG 佐藤が選んだということで、もう本当のオールスターらしいね、はい、雰囲気になりましたね。さあ、それではどんなメンバーかスタメンも気になるところで早速参りましょう。投票で選ばれた選手の中から決められた e オールスター2020、両チームのスターティングラインナップご紹介しましょう。先行はオールセントラル、1番ショート、今や球界の顔、2000本安打達成も間近、最多得票獲得、巨人坂本勇人。2ボール1ストライク、4球が打った、レフトへ、3打席連続か、入った入った、ホームラン、坂本
3打席連続ホームラン、叩き込みました。2番センター、こちらも巨人の攻守の要、丸義弘、打ちました。右中間、これも大きい。ライトセンター2人が追って、見上げているぞ、どうだ、入るか、入ったー、2打席連発丸、今度は中段席へソロホームラン。3番レフト、衰えることを知らない巧みなバットコントロール、ヤクルト青木宣親。投げました、打った、左へ持っていった、やや大きな当たり、フェンスいっぱい、レフトフェンスいっぱい、見送る、入った、ホームラン、ホームラン、青木宣親の第11号ソロホームラン。そしてセリーグの4番は広島、そして侍ジャパンの主砲、レフト鈴木誠也。投げました、初球打ちました、左中間だ、センター追いかけていく、向こうに飛び込んだ、ホームラン、マウンド上大野雄大に対して広島カープ鈴木誠也のスリーランホームラン。もう一人のクリーンナップ、若大将、巨人の大砲、5番サード岡本和真。投げた、打った、ライトへ上がっている、大きな当たり、ライトバック向こう向き、見送った、入った、岡本久しぶり、8試合ぶり第20号先制のスリーランホームラン。6番ファースト、今年も勝負強さが光るドラゴンズの助っ人、ビシエド。投げました、打ちました、レフトへ飛んでいく、グーンと打球伸びていく、ボールの右か左か、どうだ、入った、入りました、満塁ホームラン、7番 DH、 ドライフト9位からセリーグ C 打者へ向けて頼れるキャプテン、 DeNA 佐野圭太。打ちました、高く舞い上がった打球は右中間へ、どうだ、入った、逆転サヨナラ満塁ホームラン、4番佐野圭太、このゲームを締めくくりました。8番セカンド、ミスタートリプルスリー、ヤクルト山田哲人。打ちました、レフト3者連続ホームラン、間違いなし、レフトスタンドホームラン、ホームラン、1回の裏ヤクルト、1番浜田、2番青木、3番山田の3者連続ホームラン。9番キャッチャー、バッティングでもバズーカでも見せる、阪神梅野龍太郎。投げました、初期スタート、アウトコース、ストライク、見逃し三振、キャッチャー二塁送球、タッチはアウト、梅野も刺しました。そして先発ピッチャー、今年負けなし無敵のエース、巨人菅野智之。ピッチャーデラロサ、投げた、インサイド、ストライク、見逃し三振、ジャイアンツ優勝マジック38が点灯しました。そして同時に菅野が開幕から11連勝達成です。まずはオールセントラルのスタメンをご紹介しました。続いてオールパシフィック、トップバッター、今年絶好調のこの人、セカンド楽天浅村秀人。打ちました、打ち上げた、レフト方向、打球だ、上がったぞ、レフトスタンドに入った、浅村今日3本目。2番センターは今年も驚異的なホームランを量産、ソフトバンク柳田悠岐。直球打った、ライトへ上がった、柳田のホームラン、柳田ホームランは第24号です。3番レフト、今最も打ち取るのが難しいバッター、オリックス吉田正尚。投げた、打ちました、ライトの打球、ライト下がる、ライト下がる、今日2本目、吉田正尚のスリーランホームランになりました。4番ファースト、今年こそ念願のホームラン王なるか、日本ハム中田翔。第3球を投げた、打ちました、右中間です、ライトバックノーバック、向こう向き、変わって入った、中田の250号が飛び出した。5番 DH、 今年からソフトバンクへ移籍したホームランキング、バレンティン。この球打ちました、レフトへ高く上がっているライナーだ、下がっていく、どうか、レフトスタンド前列へ弾んだホームラン、バレンティンの先制ホームラン、移籍第1号。6番西武強打のキャッチャー森友哉。投げました、打ちました、打ち上げた、ライト方向へのいい当たりだ、いい角度で上がっている、ライトバックする、ライトバックして、どうだ、入りました、ホームラン。7番サードチームを引っ張る厚尾、ソフトバンク松田信弘。投げました、アウトコース打ちました、ライト上がった、下がる下がる、ジャンプ、入りました、ホームラン、松田信弘、今日からお客様が入って、そのファンの前で第1号。今まさに絶好調、連続試合安打を続ける男、8番ライト日本ハム太田大志。第4球を投げた、打った、いい当たり、レフトスタンド一直線、入った、
連続試合ヒット22伸ばす一打は打った瞬間のホームランでした。9番ショートたまらん守備でファンを魅了、西武源田壮亮。投げた打ったショートゴロ、三遊間寄りだ深いところ、源田取った一塁へ間に合うか、ワンバウンド送球間に合った、アウト。ナイスプレー。そしてオールパシック先発ピッチャー、新天地で蘇ったエース楽天涌井秀明。2球目投げました、打ちました、ボテボテのピッチャーゴロだ、ワンバウンドでソンチャオを取って一塁へ送球、ファースト取ってアウト、スリーアウト、試合終了。涌井投手は無傷での8連勝を達成しました。以上オールパシフィックのスターティングラインナップご紹介いたしました。 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020のスターティングラインナップ、解説真中充さんにお越しいただいていますが、はい、いやーいろんなプレーが実況音声だけでも蘇ってきますけどね。なんかすごい雰囲気が出ていいですね。あのいつもね、やっぱりオールスター中継をやるときも、はいはい、こうやって紹介をさせていただいてるんですよ。なるほどなるほどなるほど。そのさながらにさせていただきましたけども、うん、すごい雰囲気が出ましたね今ね、はい、さあラインナップご覧になって、セントラルパシフィック真中さんいかがでしょうか。いやでもこれ本当に実際のね、あのプロ野球と同じようなね、もうメンバーが選出されましたよね、これね。そうですね。特にこれオールセントラル、はい、山田が8番にいますからね。そうなんです。坂本丸、青木、鈴木、岡本、ビシエド、佐野、山田、梅野という状況です。はい、これなんかすごい打線になりましたねこれね、はい、オールスターならではのね。パリーグもですね、これね、いいメンバーいますよね、本当にね。浅村がいきなり1番っていうね。ね、浅村が1番。ちょっとこれも、どういう展開になるかね。そうですね。楽しみですね。浅村、柳田、吉田正尚、中田、バレンティン、森友哉、松田、太田、源田という順番。バレンティンちょっとね、こと調子悪いからな、この5番はいい、打順が良すぎのかなと思うんですけどね。ただ、ここから調子を上げてくる、いいきっかけにするかもしれませんから。そうでしょうね。はい、このあたりも注目ですが、はい、さあ、これだけの豪華メンバー、選手たちを動かして試合を行うのは、e ベースボールプロプレイヤーの面々です。それではここでそのプロプレイヤーたちを紹介していきましょう。先行オールセントラのプロプレイヤー、2019シーズン巨人でプレーし MVP 最優秀選手を獲得、チームを日本一に導くホームランアーティスト、立野弘樹。セリーグのもう一人のプレイヤーは、一昨年は西武を、去年はヤクルトをリーグ優勝に導いたチームキャプテン、連覇を誓う e ベースボール界の優勝請負い人、大川康弘。高校オールパシフィック、昨シーズンロッテでキャプテンとしてパリーグ制覇に貢献、チームを鼓舞すリーグ最強の防波堤、下山義也。もう一人は去年楽天のキャプテンとしてプレー、最優秀防御率のタイトルを獲得、最強プレイヤーを破った東北のミスター無失点、三輪孝文。以上4名のプロプレイヤーに乗って e オールスター2020プレーが行われますけれども、真中さんはこの4人のプレイヤーというのも、はい、よくご存知でいらっしゃいますけれども、いやわかりますね、このジャイアンツの立野ですよね。とにかくホームランを全部狙っていくような、いやあのね、表情といいね、あのプレースタイルといいね、うん、もうみんなを見下ろして戦ってるようなね、すさまじい雰囲気を持ったプレイヤーですよね。ですから今日セリーグでもしかしたらホームランが量産されるかもしれないし、うん、ちょっとあるかもしれないですよこれね。逆にパリーグの2人がね、非常に防御率の高いね、ピッチャー寄りの選手なので、はい、それを防ぐか、うん、投手能力が高いですからね、そのまあ打線をどう抑えるかですよねパリーグはね。矛対盾という感じで、パリーグは盾で、はい、セリーグが矛って感じですね。守る方でね、ちょっとどういう展開になりますかね。楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、ということで今日は真中充さんをスタジオにお招きして、e ベースボールプロリーグ e オールスター2020の模様をこの後実況でお送りしてまいりますが、この番組ではリスナーの皆様からメッセージ募集しています。番組や e オールスター2020の感想、そして e ベースボールプロリーグ12月5日に開幕することが決まりました。こちらへの応援メッセージ、真中さんへの個人的な質問でも何でも結構です。あらあらあら。いいですよ。いいですよ。いいですよね。来ますよ。大丈夫ですね。はい、はい。ツイッターとメールで募集します。ツイッターは、ハッシュタグ、ショーアップ1242。ハッシュタグ、ショーアップ1242。1242は数字です。こちらをつけてツイートしてください。メールは、数字で、89@1242.com 数字で 89@1242.com メッセージお待ちしています。お待ちしてます。さあということでいよいよです。お知らせを挟みまして、 e オールスター2020真中充さんの解説、実況日本放送清水久志でお送りしていきます。日本放送ショーアップライタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、解説はこの方、真中充です。皆さん一緒に e オールスターを楽しみましょう。
FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。お待たせいたしました。さあそれではここからは e オールスター2020解説、真中満さん実況、清水久志でお送りしてまいります。真中さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。舞台はクラウンスタジアムというこのパワープロの中の架空のスタジアムですが、センター122メートル、両翼98メートル、フェンスがレンガ色をしておりまして5メートルハマスタと同じです。人工芝ではなく天然芝のスタジアム、屋根はありません。そのマウンドに楽天の涌井秀明が上がりまして、これから投球練習、巨人の1番坂本勇人を迎えます。マラガさん、涌井が今年は開幕から8連勝という、もう見事ですよね。なんかすごい進化しましたね、涌井ね。これで今年最多勝を取ると3球団での最多勝なんてね、うん、いや大変なことですよね。まあ特にストレートの、ね、キレがいいですよね。ストレートがいいですか、うん、いいですね。さあ1番の巨人、坂本勇人が入りました。1回の表、オールセントラルの攻撃が始まります。涌井、ゆっくりとしたモーションで投げました。外角直球145キロ、ボン、ワンボールです。まずは1番巨人の坂本、この e オールスター最多得票、2球目スライダー外れました。ボン、涌井が外2球でボールドゥーとしています。風はライトへ1メートルのクラウンスタジアム、 e オールスター1回の表、 セリーグの攻撃。3球目カーブ外れてボール3から、涌井投げた、直球見送ってストライクです。丁寧な入り方ですね。非常に丁寧ですね。第5球を涌井が投げた、直球打ち返したセンターへ抜けていく、ヒット。いきなり巨人ファンに対しての恩返しの一本、涌井の足元でしたね今ね。ピッチャー返し抜けていきました、ね、さあ巨人の坂本ヒット、1、2番は坂丸コンビのセリーグ、2番センター丸義弘、巨人が入りました。ノーアウト1塁、いきなり楽天涌井がピンチ、投げました。1球目は外のストライクです。贅沢ですねこの 1,2 番はね。本当ですよ ね。第2球を投げて、今年はこの 1,2 番というところもハマりそうでハマらなかったんですね、うん、なんか色々ね、あの原監督もね迷って変えましたけどね。でもまあ今首位独走ですからもうね。3球目外角へストライク、ワンツーから投げた、4球目カーブインサイド、ボン、涌井も結構変化球を使ってきます。1回の表セリーグ、坂本ヒット、バッター丸、2&2から涌井投げた、外角スライダー打ち上げました、バットの先、ここはショートフライです。ショートは西武の源田、下がって取りました、アウトです。ワンアウト。セントラルのスタメンは1番ショート巨人坂本、2番センター巨人丸、3番レフトヤクルト青木です。ピッチャー涌井、楽天、ワンアウト1塁、1球目を投げたストライクです。で4番にライト広島鈴木、5番サード巨人岡本、6番ファースト中日ビシエド、次の球空振り、7番 DH DNA の佐野、8番セカンドヤクルト山田、9番キャッチャー阪神梅野です。さあ青木はワンボールツーストライクとなりました。ワンアウト1塁、ここはインハイ、空振り三振、ワンボールツーストライクからのボール球振ってしまいました、ね、ストレートでしたよね。今年の一番いいボールですね涌井のね。涌井も150キロ近いストレートを持っています。ツーアウト1塁の1回の表セリーグの攻撃、バッターは鈴木誠也、初球はボールです。今日はでもカーブを、ね、うまく使ってますよね。そうですね、今度はインコースのストレート打っていったんですが、ショート右、源田の正面のライナー取ってアウト、スリーアウトです。1回の表オールセントラル、ランナー出ましたが涌井がゼロで抑えました。さあ今度はセリーグの守り、パリーグの攻撃、セリーグはなんといっても11連勝、巨人菅野の先発です。ねえ菅野は毎年すごいんですけど、はい、今年は特にもう負けないピッチャーですからね、まあ、去年ちょっと腰を痛めて良くなかったんですが、でね、今年のなんといってもこの11連勝の秘訣は本人も体調管理であると、うん、まあでもこの一番コンディションの調整難しい中 ね、 そうですね、さすがですね菅野ね。菅野を止めるのはどのチームかというのも気になります。さあ楽天は現在打点王浅村秀人、右バッターボックスです。ホームランも打ちまくっています。はい、一球を菅野投げた、インローへ、ボン、ワンボールです。あでも楽天はこの浅村の存在大きいですよね、本当にね。ね、現在28ホーマー、ホームラントップ、打点は2、中田に次いでの浅村です。1番で使えるのも贅沢ですね、このオールスターならではですよね。2球目ボール、3球目外のボール球引っ掛けた、ライトフライ、鈴木誠也が右中間、広島鈴木誠也取ってアウト。1番楽天の浅村、ライトフライでワンアウトになった。オールパシフィック1回の裏、オールセントラルは1回の表0点、クラウンスタジアム0対0。さあ2番はソフトバンクの柳田です。1番浅村、2番柳田、はい、幸せな打順じゃないですか、ですね、これこのメンバー。今シーズン3割3分7人で打率は3位です。2球目はアウトローへ、直球決まってストライク。菅野上体ひねりながら、3球目打ちました、いい当たり、ストレートインハイ、打ち上げてセンター丸バック、なお下がってモーニングトラック取ってアウト。いい当たりでしたけどね、捉えましたよね、はい、捉えましたけどね、行ったかと思いましたけど、いやー、ここは丸が抑えて2アウトのスパリーグ、バッターは吉田正尚、初球はボールです。ジャイアンツ先発菅野智之です。セリーグのピッチャー、2球目打ってフォール、カウント
ワンエンドワンとなっています。3番オリックスは吉田正尚、はい、3球投げた、打ちました、いい当たり、セカンドの横飛び込んだが抜けていく、センター前ヒット。もう吉田にはスランプがないですからね、これ1年間ね、イチロー選手の記録をつい今年抜きましたんでね本当にそれぐらいのレベルに来てますよね。24試合連続安打という記録を打ち立てた吉田が2アウトからヒットで、バッター中田、うん、しかし初球を打ち上げた、面白いところ、レフト線にフラフラ上がる、ショートが下がって飛び込んだが取れない、ヒットになりました、レフトがサードへ送る、1塁ランナー3塁へ、中田がつなぎました。さあそして真中さんも注目のバレンティン、バレンティン初球は初回に打てるとね、今日は乗りそうなんですけどね、1割9分6厘という今シーズン、ホームラン9本で現在ファームにいます。3球目を投げた、ワンツーボールワンストライクになった、パリーグの5番バレンティンです。次の球を打った、引っ掛けた、ピッチャーの上、ショートが前進取る、坂本、巨人の坂本からファースト中日ビシエドに送られてアウト、ショートゴロでした。ちょっと本物さながらって感じですが、ちょっとつまらされましたね今ね、バレンティン、ちょっと福岡の水合ってると思うんですけどね、僕ね、あ、合ってそうですか、うん、と思うんですけどね、食べ物美味しいですからね。あとはセパのこの野球の違いというところもあるでしょうかね確かにね、あのパリーグのピッチャーの攻め方は少し違いますからね、帰ってきたらただ怖い存在ですね、怖いですね。0対0のスタート、クラウンスタジアム e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、2回の表、これからセリーグの攻撃です。巨人の岡本から始まります。ピッチャー楽天の和久井対1球を投げました、アウト、ストライク、いや、スレー、ボッ、ワンボールです。岡本もね、開幕からもうずっと4番ですからね、さすがですよね。第2球はボッ、去年は原監督がビッグベイビーと言っていたんですが、今年は若大将って言いましたからねまあちょっと違いがよく分かりませんけどねそうです3球、ただ和久井はここは慎重にアウトロー3つでボール3、4球目を投げました、うん、ここはストレートのフォアボールです。完全に警戒しましたね、今和久井ね、ストレートのフォアボールですもんね。ですもんね。で、6番中日のビシエド、1球目はまた外へ外れました、ボッ、ノーアウト1塁、セリーグ1回に続いてランナー出しています。2球目インサイド、ストライク、ワンエンドワンです。楽天枠に投球3つ目、中日ビシエドに投げた、ストライクです。カウント1ボール2ストライク。ビシエドは故障せずに毎年ちゃんとしっかり試合出ますからね。本当ですね、真面目ですよね、うん、ここはただ打ち上げた、ありがたいですよね、うん、キャッチャー森がベースの前に出てきて取ってアウト、キャッチャーフェアフライでワンアウトです。さあ7番には DeNA、 今年4番に座る佐野が入りました。佐野の活躍も素晴らしいですね、今年はね。いや、誰がここまで活躍するかというところ、ね、ちょっとみんな解説者がね首かしげてましたけど、もう佐野がもうそんなことはね黙っとけっていうようなね、そうですね、そんな活躍ですよね。1球ストライク、2球目ボール、3球目外スライダー、ボッ、2ボール1ストライク、0対0、2回の表セリーグ、ワンアウト1塁、4球目スプリット打った、サードゴロだ、前進サード松が取る、2塁を見たんですがボールは1塁へ送ってアウト、2アウト、 DeNA 佐野サードゴロで2アウト2塁、8番の山田哲人を迎えます。さあ贅沢すぎる8番です ね、8番に山田いたら監督楽でしょうねこれねなるほど、なかなか動けないですよね初球は高めボールです。ピッチャー楽天の枠井、0対0、ランナー2塁2アウト、2球目ポッ。さあここも枠井は慎重、このあと9番は梅野です。3球目スライダー空振り、真ん中に来たボールだったんですが少しタイミングずれたか、バッター8番ヤクルト山田、またポッ。まあでも実践さながらですね、こうコーナーを丁寧に作るこの枠井の投球はね、3-1 から5球目、ランナー2塁2アウトで枠に投げた、インコース打った、センターへ強い打球、センターバック、ソフトバンク柳田交代、ウォーニングトラック手前取ってアウト、3アウトです。セリーグは1回2回ランナーを出すも、これは捉えたかなという当たりだったんですがね、もう1つ伸びなかったですね。山田哲人、ここからまたシーズンの最後へ向けて加速していくでしょうか。ここはセンターフライ、0対0、2回の表が終わった e オールスター 2020e ベースボールです。さあパシックリーグはこの回6番の森友哉、埼玉西武ライオンズから始まります。巨人の菅野がマウンド上、セリーグ第1球を投げた、ボッ、ワンボール。森はね今年苦しんでますからね、2割5分9厘で打ってるんですけどね、野球人生の中にここまでの苦しみはないんじゃないですかね、森に対してね、まあいい壁だと思ってね乗り越えてほしいですよね。2球目インハイ、空振り、ワンエンドワン、巨人菅野状態ひねりながら投げた、打った、打ち上げた、うん、バットの先、ピッチャーフライです。オールスターらしく巨人の菅野が自分で取りました、マウンドを降りて取ってピッチャーフライ、ワンアウト、森友哉倒れています。7番はソフトバンクの松田、0対0、1球目打ってポン。松田もちょっとイマイチなんですよね。そうなんですよね、松田も今年はなかなか上がってこないんですよね、まあ、いいところで、ね、打つのは打つんですけどね、はい、まあ、この人が乗る打つと勢いに乗りますんでね、チーム雰囲気を変えますからね。2球目空振り、2ストライク、追い込んだ巨人菅野、投げた、ソフトバンク松田見送り三振、インハイのストレート150キロ、手が出ませんでした。いいボールでしたね、ちょっと森と松田がシーズンそのままという感じのね、そんな感じですね、ただやっぱり巨人の菅野がマウンドです。0対0、2回の裏パリーグ、8番日本ハムの太田大志、初球はボール、
2球目を投げました。打ってポン。太田が好調になってきました。ね、太田も順調に伸びてますね。20試合連続ヒット中という現状です。いい選手になってきましたよね。3球目インサイド見送っても、もう1番打ったり、2番打ったり、5番打ったり、6番打ったり、忙しいんですが、今シーズンはフルで活躍。4球目空振り。外角のボール球振ってカウント2-2です。0対0、2回の裏パリーグ、ピッチャーセリーグ巨人先発菅野。投げた。インローフォーク、空振り三振。スリーアウト。2回の裏パリーグ決着ゼロ。Eベースボールプロリーグ Eオールスター2020、2回裏終わって0対0です。日本放送ショーアップナイタースペシャル、 Eベースボールプロリーグ Eオールスター2020、真中満さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送ということで、2回まで真中さん、はい、ご覧になって、巨人の菅野と楽天の涌井で0対0というスコアになりましたけれどもね。うん、そうですね、まあ、菅野ね、初回ピンチ作ったんですけどもね、バレンティをしっかり打ち取っているので、まあ、お互いまずまずの立ち上がりですね。そうですね、はい、0-0 ですからね。そうですね、真中さん戦前の予想、このラインナップですから、やはり打ち合いは多少予想されてました。いや、メンバーがメンバーなんでね、ホームランとか出そうな感じはしたんですけども、これでもやっぱりピッチャーね、そうですね、菅野と涌井を両選手とうまく使ってますんでね、っていうとこですかね。あとは普通のオールスターですと、はい、皆さん直球勝負勝負勝負で結構打たせて感じなんですが、本気ですよね、勝負の感じがね。そうそう、球種は、全部投げますからね。そうですね、フォークもカーブもスライダーも、ね、コースは四隅にキチキチきますけれども、ね、だから状態のピッチャーが投げるとなかなか打てませんよね。さあ、中盤に向けて投手戦は変わらないのか、お知らせを挟みまして、 Eオールスター2020、3回表をお伝えしていきます。日本放送ショーアップナイタースペシャル、 Eベースボールプロリーグ Eオールスター2020、解説はこの方、真中満です。皆さん一緒に Eオールスターを楽しみましょう。FM93 AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル、 Eベースボールプロリーグ Eオールスター2020。こんばんは、 Eオールスター2020の模様、真中満さんの解説、実況日本放送清水久志でお送りしています。2回裏終わって0対0、3回表オールセントラルの攻撃、バッター10番の阪神梅野からですが、もうパリーグはここで3回からピッチャーを変えてまいりまして、オリックスの山本由伸、ファン投票ではこの山本が1位で選ばれましたけれども、ね、まあ山本いいピッチャーになりましたよ、本当にね。6勝3敗 2.63 の防御率はパリーグトップ、奪三振109もトップの、うん、今だからパリーグのバッターはもう本当にピッチャーは山本を一応して、ね、一番評価してますよね。そうですか、春先ってかスタートしたちょっとつまずいたんですけどね、今年はね、やっぱりこれしっかり調整してね、ここまで仕上げてくるのはやっぱり能力の高さを感じますよね。守るパリーグはピッチャー山本、キャッチャーが西武の森、ファースト日本ハム中田、セカンド楽天浅村、サードソフトバンク松田、ショート西武源田、外野はレフトオリックス吉田、センターソフトバンク柳田、ライトは日本ハム太田です。0対0、3回の表セリーグの攻撃が始まります。1球目外角直球155キロストライク、ワンストライクです。いきなり最高のボール、第2球を投げた。外角へボックカウント、ワンボールワンストライクになりました。梅野がちょっと怪我をしているんでね、タイガースはね、梅野が怪我してからちょっとタイガースでキャッチャーがなかなか、ね、大変ですよね今ね。3球目アウトハイへ決まってストライクワンツーです。脇腹を痛めてそろそろ戻ってきそうな梅野ですが、4球目山本由伸、投げた、ストライク、空振り三振。アウトハイの154キロ直球、空振りでした。ストレートとね、そこのカット系のボールはもう一級品ですからね、山本はね。もうとにかく直球です。さあ、1番に帰って巨人坂本、右バッターボックス、0対0のクラウンスタジアム、 Eオールスター2020セリーグの攻撃。山本1球目ストライク、2球目カーブです、空振り。一転してカーブを使ってきました。インロー130キロ。さあ追い込まれた、2球で追い込んで3球目投げた。おっ、この緩急もやらしいですね。やらしいです。もう3イニングぐらいですから目いっぱいいきますからね、山本もね。まあ中継ぎもともとやってましたしね。そうですよね。4球目はボック155キロ、少し力が入ったか。オリックスと山本由伸、0対0、3回の表セリーグ1番の坂本。次の球空振り三振、カットボールインサイド148キロ、空振り三振です。バッター翻弄してますね、これもうね、翻弄してますか。うん、なんか打てるボールがなさそうですよね。0対0、2アウトのセリーグ3回の表、巨人の丸が左バッターボックス、初球ボールです。第2球を山本由伸、オリックス、投げた、スプリット打ち上げました。これはバットの下っ面、セカンドフライ、楽天浅村下がって取った、アウト。ここは山本由伸、オリックスピシャリ、3回三者凡退に抑えています。うん、完璧な投球ですね。ここできましたね。いいライブですね。で、巨人の菅野は続投で3回の裏に早くも進みます。 E オールスターパリーグの攻撃、0対0、バッターは西武の源田から始まります。源田から始まって1番の楽天浅村、2番ソフトバンクの柳田という順。
2球目を投げた、ストレート。菅野もただ初回だけで2回完璧でしたもんね。いやそうですね、もう完全に立ち直りましたよね。2、3周奪っています。まあ、普段も立ち上がりはいつも良くないですからね。あ、そうですよね。なんかそれとそっくりのね、そっくりですね。はい、立ち上がりでしたね。はい、第4球投げた、まさにスロースターターなんですが、初回を乗り切ったらもうね、ずっと行っちゃいますからね、菅野はね。3番で9番のラレオンズ源太に投げた、打った、フォーク引っ掛けたバットの先、サードが前進、岡本が取る、1塁送る、アウト、ギリギリ間に合ってファインプレー、サードゴロに打ち取りました。真中さん、今年は巨人の岡本はサードの芯もいいですね。うん、やっぱスローイングがね、本当に安定してますんでね、取ればアウトですから非常に安心できますよね。守備率9割8分5厘、セリーグの1位ですね。いやもう素晴らしいと思いますよね。0対0で3回の裏、パリーグ1番の浅村に戻ります。初球はスライダー、ボッ、外へ逃げる球、ワンボール。菅野もスライダー曲がりますね、これね。本当ですね。1打席目ライトフライ、2打席目打ち上げました、センターフライです。あのフルスイングの浅村に仕事をさせません。丸交代、取ってアウト。天然芝のクラウンスタジアム、周りはレンガ色の高いフェンスに囲まれています。フェンス5メートル、風はセンターに1メートル吹いています。3回裏パリーグ0対0、2番の柳田、2アウトランナーありません。初球はボッ、風はありませんので、もうとにかくマシンで捉えないとというところで柳田。この球場、綺麗な球場ですね、このクラウンスタジアム ね、夜空に変わっています。あったら本当にいいですよ ね、 本当ですね。レジャーの球場のような、うん、素晴らしい、綺麗です、素晴らしい綺麗ですね。3球目はストライク、さあ菅野が2ボール1ストライクと柳田に対してバッティングカウント。第4球投げた、打った、引っ掛けた、ショートから前進、坂本が取る、1塁送ってアウト。この辺りは完璧です。3アウトチェンジ。3回の裏、結局セリーグ、パリーグは0点に終わりました。巨人菅野三者凡退に抑えています。0対0です。完全当選になりましたね。いきなりね、はい、ちょっと想像してなかったですね。本当ですね。4回の表、セリーグは3番の青木から始まります。山本由伸、1球目、まずインハイからえぐって、ボッ、ワンボールです。今年の青木、真中さん、どうご覧になりますか？いやー、青木もずっとね、頑張ってますよね、本当にね。まあ、うまくね、高津監督も休ませながらなんですけども、はい、いや、非常に安定して数字残してましたよね。2球目、カットボール、ストライク、3球目、スプリット、空振り、ワンボール、ツーストライク、0対0、ヤクルト、青木がバッターボックスに入っている4回の表、セ・リーグの攻撃、まだ得点入りません。マウンド上、2番手、3回から上がっているオリックス、山本由伸、投げました。2杯直球はボッ、155キロ、たまにこうボールが上ずるような150キロがいくんですけどもね。いやいや、元の投球はいいですよね、本当にね。次のカーブインサイド、ボッ、ドロップカーブインサイドへ、さあ3-2とした山本由伸、バッター3番ヤクルト青木に対して6球目投げた、外角カットボール、ボッ、フォアボール。厳しいコースだけどね、よく見ましたね、今青木ね。ここは先頭バッターのフォアボールが出ました。さあセリーグ、これで鈴木誠也を迎えますが、初球はストライク、ワンストライクです。0対0、ノーアウト1塁、鈴木に投げた、打った、大きな当たり、センターへ、伸びる、伸びる、伸びる、向こう向き、フェンスダイレクト、フェンスの上の絡みに当たった、大一気な青木は2塁、3塁回って、ホームに帰ってくる、中継からバックホーム、ホームイン、間に合わなかった。4回の表、オールセントラル4番の鈴木誠也、センターオーバー、タイムリーツーベース、1対0。今青木を帰ってきましたね。1塁ランナーもう、うん、かなり息ぜいぜいしてましたけどね。これはもうあれですか、はい、もう打った瞬間に、うん、いいスタートも切りましたし、よく帰ってきました青木。いやー、下位の先頭フォアボールから畳みかけてセリーグ先手、1対0です。4回の表、山本由伸打たれました。バッター巨人の岡本です。初球はボッ、さあセリーグが先手、鈴木誠也もホームラン級の当たりでしたもんね。フェンスは本当50センチぐらいですからね。本当ですよね。本当にわずかと思うんですよね。このフェンスがこれまで高くなければという、そんな当たり、122メートルのセンターです。3球4球ストライクで、バッター5番巨人の岡本、2&2、まだノーアウト2塁。5球目打った、全力ストレート打って、ファーストライナー、中田がライン際取ってアウト。あ、これはいっぱいいっぱいのプレーでしたね。いいプレーですね。ちょっと詰まらせましたね、うん。6番のビシエド、中日ドラゴンズ、右バッターボックス、先ほどはキャッチャーフライですが、今度は初球を打ってショートゴロ、ランナーは3塁へ、ボールは1塁に送られて2アウト3塁、1対0、セ・リーグリード。さあ突き放せるか、7番は DeNA の佐野です。初球はインハイ、ボール、投球は2球目、オリックス山本由伸が失点。2球目はストライク、インサイド低めへ決まって、さあ2アウト3塁、セ・リーグなおもチャンス。3球目を投げた、打った、スプリット、いい当たり、しかしショートゴロ、待ち構えている源田、1塁へ送る、アウト。3アウトチェンジです。しかし4回の表、セ・リーグ鈴木誠也のタイムリーツーベース、1点を先制しました。1点で粘りましたね、ノーアウト2塁からですからね、よく抑えましたよ、1点で、ね、今ね、山本がね、はい。さあ今後展開はどうなるか。ここで菅野からピッチャー交代はオールセントラル、ヤクルト今シーズンノーヒットノーラン達成、小川です。小川康弘マウンドに上がりました。いや、小川今年ほど頑張ってますね。粘り強い投球しますよね。本当にこうコースに丁寧丁寧に投げてるというね、打たせて取りますよね、うん、そういう投球ですね。9勝3敗でも今シーズンまだハーラトップじゃないっていうのが不思議なぐらいですけどもね。素直に言いますからね。そうなんですよ、はい。
さあそんな小川がノーヒッター相手にパ・リーグ襲いかかる3番吉田正尚、1球目をストライク、まずインハイへ決まりました。足を高く上げて2球目を投げた、ワンボールワンストライク、吉田です。1対0追いかけるパ・リーグ4回の裏、3球目打った、左中間へ強い打球、吉田の打球下がる、ヤクルト青木モーニングトラック取ってアウト、レフトフライ、ワンアウトです。いい当たりでしたけどね、捕らえましたよね、捕らえましたけどね、青木もいいプレーでしたね。1対0追いかけるパ・リーグ4回の裏、4番日本ハム中川を迎えます。先ほどはレフト前ヒットを打っています。2球目打った詰まって、ファッ、先ほどはレフト線へのフラフラっと上がった打球でした。今年はレベルの違いを見せるレベチの一発というところがありますが、250号ホームランを達成している中田、第4球を投げた、打ちました、バットの先です、打ち上げてレフトフライ平凡、ヤクルトの青木が前進します。風は1メートル緩やかに、取ってアウト、2アウトの1点を追うパ・リーグ4回の裏、さあバレンティン2アウトランナーなし、あーここはぐしゃっという音、ピッチャーゴロ、小川がマウンドを取って一塁に送る、アウト、スリーアウトです。完全に詰まらされましたね、バレンティンね。ちょっとバレンティンの状態が心配ですが、3回、失礼、4回裏終わって1対0、オールセントラルがリードしています。 FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル、 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、さあ今日の中継の模様は皆さんからのメッセージをツイッターメールで募集していますが、メールが届きました。マロンブラウニーさん、バレンティン選手を長い間応援しているんですが、はいはい、ここのところは周りをあまり聞けずに寂しい思いをしていました、うん、はい、オールスターのスタメンに名前があるのを聞いて心なしかテンションが上がりました。あ、はい、嬉しいですね、それもね、今日をきっかけに調子が上がりますよう願っています、はいはい、いやでもね、そろそろ声かけてほしいです ね、今デスパイネとグラシアルがどうしても戻ってきてから出番がね、そうなんですよ、ただね、あの外国人枠はないので、バレンティンが本当に状態が良ければね、あの使ってこられると思うんですよね。そうですね、はい、ですから本当に本人が頑張るしかないですね、これね。それはそうですよね、はい、ただあの枠としては日本人選手扱いなので、そうなんです、だから関係ないですよ、はい、外国人、ね、あの枠じゃないですからね、使えるんですよ。ホークス今ロッテに1ゲーム差に差を詰められてますから、うん、ここからもう一度突き放すにはやはりバレンティンの存在欠かせないですかね。そうですね、欠かせないことはないですけど頑張ってほしいですね。そうですか、まあ十分大戦力ですからね。はい、はいはい、ということでこの番組や e オールスターへの感想、 e ベースボールプロリーグのメッセージや真中さんへの質問、ツイッターメールで募集しています。ツイッターはハッシュタグショーアップ1242、そしてメールは数字で89@1242.com でどしどしお寄せください。さあ3回4回が終わって1対0、いよいよセリーグ均衡を破りましたけれどもね、うん、そうですね、これは、まあ、ここまで1対0ですからね、はい、まあ、当選ですね、やっぱりね、やっぱりイビチャがねしっかり投げたらなかなかねバッター打てませんよね、しかも本気で投げてますからね。いやそうなんです、感覚としてはね、はい、これからちょっとね5回以降ねどういう戦いになるかちょっと楽しみですね。次の1点ちょっと大事になりそうですね、うん、なりますね、はい、はい、ということで真中満さんとお送りしています e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、 1対0セリーグリードで4回裏が終わりました。お知らせを挟みまして5回表からお伝えしていきます。日本放送ショーアップナイタースペシャル、 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、真中充さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送。 FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル、 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、真中満さんの解説、東京有楽町のスタジオから実況、日本放送清水久志でお送りしています。5回の表セリーグの攻撃、1対0セリーグリード、8番の山田哲子が始まっています。初球は空振り、マウンドにはパリーグ2番手の山本由伸続投です。5回表2球目を投げました。早いテンポで、まあ、ゲームなので進むんですけれども、早いですから間がね、僕らも喋るの大変ですよね。大変ですよ、頑張っています。3球目打ったレフトへ、大きな当たり、山田哲人の打球レフトへ伸びる、吉田が下がる、その上を越えたモーニングトラック、フェンスに当たる、バッターランナー山田は二塁へツーベース。いやこれをきっかけでさらに今シーズン数字を伸ばせるかという山田、そんな目の覚めるような当たりでした。今年はねまだ山田の本来のねバッティングじゃないですからね、これからですけどね。そうなんですね、はい、さあただセリーグとしては追加点のチャンスに真中さん、ね、なりました。ノーアウト2塁5回の表、はい、1対0セリーグリードで9番はキャッチャー阪神の梅野です。今年は2番を打ったりね、うん、しましたけどね、でもまあアベレージも高いですしね、バッターとしてもいいですよね、バントも上手いですしね、はい、2球目を1球目ストライク、2球目スプリットストライク、あ速いボールではなく落としてきます。2球で追い込んだオリックス山本、投げた阪神梅野見送っても1対0リードはセリーグ、ノーアウト二塁チャンス、次の球打った、打たされたセカンドゴロ、カーブ打ってセカンドゴロ、一塁ボールを当たってアウトです、ね、山田も三塁、ね、ランナー進みましたね、三塁ね、本当ですね、はい、
ッチリ進塁打となりまして、さあ1番の坂本に帰ります。今日はセンターフライに空振り三振です。この E オールスター最多得票巨人の坂本、2000本まであと36本。1球目を投げた山本、上ずってボワンボールです。さあこの坂本対山本も気になります。2球目は空振り、インコースの低め落ちました。ワンアウト三塁、1対0リードはセリーグ。3球目カーブ見送ってボッ、2ボール1ストライクです。第4球を投げた、3-1です。ちょっと山本がリードしてますか。慎重投げてますね、これね。5球目投げた、真ん中のボール打ち上げました。これはキャッチャー森、バックネットの前構える、取ってアウト、ファールフライでした。これ助かりましたね、ちょっと甘いボールでしたからね、今ね、球速は出ていましたが、はい、甘いボール、巨人坂本打ち上げたキャッチャーファールフライ。セリーグ2アウト3塁に変わりました。1対0リードの5回表です。でパリーグのベンチがちょっと慌ただしくなってきましたね。そうですね、今ねちょっとタイム入りましたよね。山本に変えるかどうかってところでね、今迷ってますからね。勝負に徹してますよね。徹してますよ。オールスター普段だったら投げさせますけれどもね、はい、ベンチに宮西、森、増田戦がってますからね。ただそうなんです、中継ぎが4人しかいないので、ちょっとこの後の6、7、8、9考えると使いづらいですね。なるべく山本でいきたいですよね、はい、真中さんね。さあ三塁は山田、セリーグ1対0リードチャンス、2アウト三塁、バッター巨人の丸、1球目カットボール空振り、ワンストライクです。ただここは点数を上げれないケースですからね。この後にも青木、鈴木誠也いますからね。2球目ボール1エンド1、1対0リードはセリーグ。山本投げた、インローへストライク、150キロ、まだ出ます。ピッチャー山本、巨人丸追い込んだ、ランナー三塁。第4球を投げた、カットボール、2ボール2ストライク。あーでももうなんか肩で息をしているような感じになってますけどね。そうですね、もういっぱいいっぱいですね、山本もね。完全に今抜けました。さあ3ボール、山本由伸ピンチ、バリーグはピンチですが、インコースのスプリット打ち上げた、キャッチャー再び森友哉、取ってアウト。ランナー三塁も坂本丸倒れて、セリーグ0点です。よくしのぎましたね、今ね。もう山本の体力も限界でしたね、今ね。本当ですね。なんとかメンバーの関係上投げ抜かないとという責任のもと、なんとかされました。さあ全力で投げた山本に報いるか。パリーグ5回の裏の攻撃はその森友哉から。西武の森、左バッターボックスに入ります。先ほどはピッチャーフライに終わりました。2球目打ってファウル、カウント1ボール1ストライクです。小川も良さそうですね、まあ、小川もこれシーズンさながらですよね、はい、本当にこうコース丁寧に丁寧にね。3球目4球目ストライクで2ボール2ストライク。ヤクルト2番手の小川投げた、2杯へストライク、145キロ見逃し三振。インコースのいっぱいのところですね、今ね。巨人の菅野から2番手小川に変わっているセリーグ。森を打ち取ってワンアウト。7番のソフトバンク松田を迎えているパリーグです。1点追いかける展開。5回の裏ワンアウトです。1球ボール2球目ストライク。まだ小川ランナー許してないですからね。本当ですよね。5人目のバッター、ここも打たせた、セカンドゴロです。前進山田哲人が取って、ファースト中日ビシエドを送ってアウト、2アウト。ここまで5人パーフェクトですね。本当ですね。8番の日本ハム太田を迎えています。先ほどは空振り三振でした。初球はボール、高く足を上げて2球目投げた、これもバットの先引っ掛けた、セカンドゴロだ、山田が取る、1塁へ送ってアウト、スリーアウト。小川2回パーフェクトのピッチングと、ね、抑えましたね、いうことになりました。ということで白熱の投手戦、1対0、5回終わってオールセントラルがリードしています。はい、FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル、 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。真中充さんの解説、実況日本放送清水久志で東京有楽町のスタジオから生実況解説でお送りしています。 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、前半5回まで終わって1対0とオールセントラルがリードしています。ではここで試合前半のハイライトもご案内しましょう。今日は先発セントラルが巨人の菅野、パシフィックが楽天の涌井で始まって、2回まで0対0というスコアでしたね。はい、そうでした。ピッチャーがやっぱりいい投球するとなかなか点数が入らないってことですよね。そうですね、はい、しっかり投げてますよね。菅野は3回まで2安打無失点で、涌井は2回まで1安打1フォアボール無失点でマウンド降りて、オリックスの山本由伸がパリーグの2番手で上がって、3回は三者凡退だったんですが、4回先頭のフォアボール山田、青木を出してランナー1塁でバッター4番の鈴木誠也、0対0ノーアウト1塁。鈴木に投げた、打った、大きな当たり、センターへ伸びる伸びる伸びる、向こう向きフェンスダイレクト、フェンスの上の絡みに当たった、大一気な青木は2塁3塁回ってホームに帰ってくる、中継からバックホーム、ホームイン、間に合わなかった。4回の表、オールセントラル4番の鈴木誠也、センターオーバータイムリーツーベース。
ということで、下位の先頭フォアボールを出すと打たれるというのはゲームパワープロでも同じですね。まあね、セオリー通りですね。これね、本当ですね、歩かしてはいけないんでしょうね、やっぱりね。セリーグが先手を取りました。で、5回の表裏両チームゼロ。気づけば2回から5回までパリーグはパーフェクトに抑えられているという。いや、そうなんですよね。本当これパリーグはね、セリーグはね、菅野とかがほぼ完璧に抑えましたんでね。あ、いい投球内容でしたよね。はい、一方巨人の菅野が3回0、ヤクルトの側も2回パーフェクトのピッチングというところでね。そうですね、まあ、本当に球界を代表するね、この4人のピッチャーがしっかり粘って抑えたってところですね。そうですね。さあ、皆さんからもツイッター、メールでツイートメッセージ、どしどしと応募し、募集しておりますけれども、ハッシュタグでいただきました。ショーアップ1242のハッシュタグをつけてマカロンさんつぶやいていただきました。はい、やっぱりオールスターは楽しいね。いや、そうなんですよね。今年ね、本当はなかったですからね。そうですね、ここで盛り上がりたいですよね。ただですね、ちょっと世話しないのと電子音がする以外は野球中継と変わらないというちょっとね、お褒めの言葉のような、試合展開早いですよ、本当にね。だからなかなか僕らもギリギリでやってるんで、これ清水さん大変だよ、これ、ね、いや早いからさ、ラジオ中継としてはもっと間合いが欲しい、笑いって書いてあります。それは分かります。いや、僕らもね、すごい分かるんですけ ど, すけど試合が先進んじゃうんですよ。ちょっと多分間追いを開けていくと2人ぐらいバッター打っちゃう。そうなので、ね、ちょっと難しいんですけど、まあ、はい、ちょっと頑張ってみますんでね、懲りずに聞いてほしいですよね。まあ、でもこのパワープロを使った e ベースボール、はい、プロリーグ、いわゆる e スポーツですけれども、うん、野球よりも本当にテンポが速いので、はい、見ていてあっという間に過ぎていくっていうのもまた面白みですよね。そうですね。あとはこう采配面もね、意外と動いたりしますんで、それも面白いですよね。そのテンポに合わせてプレイヤーが守備を変えたり、はい、采配を振るったりっていうところ、すごいスピードでやるので、はい、なんか実際の監督よりね、細々とした動きがねあります。本当に本当ですか。あります、あります。あ、そうですか。プロ細かい動きをしますんでね。あ、そうですか、はい。このあたりはね、また12月5日開幕ですが、こちらもご注目いただきたいと思いますが、今日実際プレーしているのもセリーグの巨人の立野選手とヤクルトの大川選手、2人のキャプテン、パリーグはロッテの下山選手と楽天の三輪選手という、それぞれ12球団に所属するいいベースボールプレイヤーが、プロプレイヤーですからね、4人ともね、締まった展開になっておりますので、この後もぜひ楽しみになさってください。ということで、日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020後半戦も解説真中満さん、実況日本放送清水久志でお送りしていきます。日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、解説はこの方、真中満です。皆さん一緒に e オールスターを楽しみましょう。FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。さあ、 e オールスター2020は1対0セリーグリードで前半の5回が終わっています。この後6回からの後半戦は11時過ぎからお送りしてまいりますけれども、ここで実際のプロ野球の情報もお伝えしましょう。まずは明日のセリーグパリーグ6試合の予告先発ご紹介します。明日は6試合すべて6時開始予定です。マツダスタジアム広島巨人は遠藤と菅野の先発。巨人菅野、開幕から11連勝中、どうなるか、ねえ、強いです。でも明日もこれ菅野が有利じゃないかな、どう見てもどうでしょうね、どう見ても有利だと思いますね、はい。横浜スタジアム DeNA 対ヤクルトは坂本と小川、もうオールスターのメンバーがそれぞれ出てますね。そうですね、これもなんかね、坂本もいいピッチャーなんですよ、 DeNA ね。そうですね、ルーキー、はい、だからちょっと投げ合いも楽しみですよね。甲子園阪神中日は高橋遥人と勝野の先発。そしてパリーグ楽天生命パーク宮城、これは注目、3位楽天、首位ソフトバンク、則本と千賀です。うん、これはどちらも負けられないですけど、楽天は絶対負けられないですね、これね。もうこれ以上離されたくない、はい、というところですよね。一つ勝つとちょっと面白い展開になりますよね。現状パリーグ首位ソフトバンク、2位ロッテとのゲーム差は1、そこから 4.5 ですから、首位ソフトバンクとは 5.5 離れての3位楽天。そうですよ、これは3連勝ぐらいの気持ちいかなきゃいけないですから、まず1戦目は絶対取らなきゃいけないですね。札幌ドーム日本ハムロッテは上沢と石川歩夢、京セラドーム大阪オリックス西武は山本由伸と高橋光成の先発です。偶然にもさっきまでお伝えしているメンバーが ね先発で明日出てきますので、実際のプロ野球もお楽しみに。そして明日の日本放送ショーアップナイターでは、今お伝えしましたマツダスタジアムです。広島対巨人戦、5時30分からお送りいたします。解説は広島 OB の天谷総一郎さん、実況 RCC 中国放送の石橋誠アナウンサーでお送りいたします。5時30分からお楽しみに。まあ、菅野がとにかく注目ですね。菅野は隙がないですよ。
そうですか、今年は何がいいんですか。いやもういつもいいんですけど、うん、もうコントロールもボールのキレももうやっぱ全ていいですよ。あの新しくね、さっきもパワープロの中で表現されていたんですが、上体を時計回りに一瞬ひねってから投げるっていうね。そうですね、ちょっと投げる前の動作が ね、あの変わったら、でもあれぐらいでねそんなに変わるのかな。でもともといいですから。そうですよね、はい、そこにちょっと注目されるけど普通に投げてもいいですから。いやでもあとはもうこれがどこまで連勝が伸びるのかっていうのが今年の楽しみの一つに今度はなってきましたかね。菅野がすごいのはね、ストレートとカット系のボールとスライダーとね、そんなに球種がないんですよ。フォークも投げるんですけどそんなに多投はしないんで、はい、それで抑えるってやっぱ能力高いですよね。あと11連勝は決して菅野以外にも、はい、もちろん防御率いいんですが、はい、打線もしっかりその降りた後に逆転するとか、うん、うまく噛み合いますよね。そうですね、そういうゲームをしっかり取れてますんで ね、まあ菅野はいいですよ本気、特にね12連勝なるか、堀内さんの13連勝というのも目の前に迫っている巨人の菅野です、うん、でもカープもねちょっと意地を見たいですね。本当そうですよね、うん、はい。さて今日の e ベースボールプロリーグ e オールスター2020生放送で真中満さんとお送りしていますが、番組ではリスナーの皆様からメッセージを募集しております。ツイッターメールで募集しています。ツイッターはハッシュタグショーアップ1242、メールは89@1242.com でいただいておりますが、さあご紹介しましょう。ツイッターです。パルさん、あっという間の5イニングだったあっという間でした。まあ、あっという間ですよね、多分手元の時計では40分ぐらいで5回が終わっています。そっかそっか、普通の野球だと5回行くのにはやっぱり1時間ぐらいかかりますからね。そうですね、倍以上のスピードでお送りしております、うん、確かに早いです。なんででしょう、我々室内にいるのに、僕はあの半袖なのに汗びっしょりです。いや僕も喉渇いてるのに、もう水めちゃめちゃ飲んでますからそうですよね、はい、はい。あと魔法にかかったにゃーたろさん、今日はクイズトリプルチャンスは何でしょう残念、まあ、考えときゃよかったですね、うん、いいとこ突っ込んでくれるけどね、ちょっとそこまで予算ないんですよ、はい、あと紹介してる間にもう回が終わっちゃいますね。そうなんですよ、ちょっとね間がなかなかないんでね。そうですね、はい、本来だったらセパどっちが勝つでしょうかぐらいやりたいですけれども、そうだね、ちょっと、まあ、明日のねトリプルチャンスチャレンジしてくださいね。そうですね、明日のクイズトリプルチャンスお楽しみに。そして淳さん、パリーグのスタメン聞いたけどロッテ誰もいないのね。あ、もう慣れてます。あの推薦選手で GG 佐藤さんがマーティンと増田という2人の選手を入れたんですけれども、ね、うん、これから登場するとは思うんですけどね。もちろん、ね、全員登場する予定ですので、はい、お楽しみに。でもねロッテはその中でそんだけほら例えばね言い方失礼ですけど3割いってるとかホームランキング取ってるとかいう選手がいない中でこの首位の、ソフトバンクと争ってるとこは。そうなんですよ、またこれすごいんですよ、こうチームワークでね戦ってるってとこなんですよね。チーム打率2割4分2厘パリーグ最低、防御率 4.18 も下から数えた方が早いというロッテが2位です。そうだ、そんな中でこうなんかいいとこで打ったりいいとこで頑張ったりとかいうとこで勝ってる、うん、ロッテの、ね、底力というかね、だってチーム力ですよね。得失点差マイナス13ですからねいや結構あのフォアボールをもらっていてかつフォアボールを出してないなんてイデデデが出てましたけどもね。あ、まあ、あのいいチームですよね、うん、はい。で工藤健さんいただきました、ゲームと普通のプロ野球じゃ投球の感覚やはり違うから生実況難しいかなと思って聞いたら真中さんとの掛け合いとかがさすがすぎて全然いつものナイター中継と変えないし本当面白いと褒めの言葉を。その評価すごい嬉しいな俺、ね、もう私と真中さんは離れません、今後ともこのスタイルやってもシーズンの付き合いも長いからねそうですね、おかげさまで、はい、真中さんと3年目のこの e ベースボールの掛け合いということをさせていただいておりますが、まだまだどしどしと、感想も含めて応援メッセージでも結構です。 e オールスターの感想、真中さんへの質問でも結構です。ツイッターでハッシュタグショーアップ1242をつけてつぶやいてください。メールは89@1242.com 89@1242.com へメッセージをお待ちしております。お待ちしてます。さあクラウンスタジアム1対0セリーグリードでいよいよ6回に向かいます。 e オールスター、この後11時台は後半戦6回表から実況です。日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、解説はこの方、真中満です。皆さん一緒に e オールスターを楽しみましょう。時刻は11時になりました。今シーズンは新型コロナウイルスの影響で残念ながらプロ野球のオールスターゲームは行われませんでしたけれども、 NBB とコナミの共催 e ベースボールプロリーグでこの人気のいわゆるパワープロ e ベースボールパワフルプロ野球2020を使ってオールスターゲームを開催し、それを実況生中継でお送りしております。解説真中満さん、実況清水久志でお送りしております。1対0オールセントラルが4回に広島鈴木誠也のタイムリーツーベースで1点リード。さあ真中さん、はいはい、6回以降ちょっと楽しみです。
ですけどね。うん、これ、次どっち点数入るかですよね、まずね。まあでも、ピッチャーいいっすかね、なかなか点数入りづらく感じるんですけどね。うん、系統が楽しみですね、うん。どうなりますかね。では、6回表からお送りしていきます。さあ、ここでオールセントラル1対0リードの攻撃で日本ハム宮西がマウンドに上がりました。鉄腕ですね、真永さんね。宮西はすごいですね。350ホールド達成です。いや本当にね、すごいピッチャーだと思います。いや一番すごいと思います。こんだけ毎年投げるんですからね。そうですよ、今年も38試合19ホールド、はい、2勝1敗 2.68 という安定感、ね、しかもいつも痺れる場面でね。そうなんですよね、本当に素晴らしいですね。で秋吉投手が不調の場合抑えやったり、ね、もうね、本当フル回転ですよね。さあ、ここは左対左で青木は絶対に打ち取りたいであろう。パリーグ宮西がマウンドです。ヤクルト3番の青木、左バッターボックス。1球目はストレート、ストライク、ワンストライクです。1対0リードのオールセントラル6回の表、3番ヤクルトの青木、2球目を投げたいです。今日の青木は三振の後フォアボールです。第3球を投げた、スラーブ打った、ピッチャー返し抜ける、センター前ヒット。宮西のウイニングショット、スライダーカーブの中間のボール、スラーブを見事にセンター前に運びました。まあ青木のバッティングですね、これね。逆らわないね。逆らわないですね、青木らしいバッティングです。左対左のお手本という感じ で、うん、お手本ですね。さあ、先ほどタイムリーツーベース、4番の鈴木誠也、広島東洋カープにバッターボックス回りました。内野陣もここは少し長打を警戒してというところ。ノーアウト一塁、1対0リードのセリーグ6回表、1球目はボッ、マウンド上日本ハム3番手の宮西直樹、2球目はボッ、ここは鈴木誠也に対しては2球外へ外れています。3球目よくてストライク、慎重ですか。うん、慎重ありますよね、一発ある鈴木誠也ですからね。スラーブは今度はインサイドへボッ、3ボール1ストライク。さあ、ここは一塁牽制をオールスターなのに挟む本気だ。日本ハム宮西、5球目を投げた、広島鈴木誠也見送ってストライク。さあ、フルカウント、ここは勝負の1球、投げた、外角打った、流し打ち、ライトの前に落ちるヒット。さあ、一気に青木はまた3塁へ行きました。1、3塁、いやー、青木もサード行きましたね。また行きましたね、はい、さっきもね、チョークホームインでしたけれども、ね、青木は今日足よく動いてますね。本当ですね、シーズン中もこれ以上に動いてほしいところであります。ベテランなのに、ね、よく頑張ってますよ。まあ今日月曜日ですからね。え、なるほど、はい、休養日、 あんま関係ないですけど、真中満さんの解説です。1対0セリーグリード。そのセリーグ6回の表、青木、鈴木誠也それぞれヒットを打って、3塁1塁追加点の大チャンス。巨人が岡本バッターボックスですが、おっと、早くもベンチが動いた。ヤクルトのどうやら村上が出てきますね。村上来ますね、村上がね。現状セリーグ打率2位の村上です。オールスターですからね、みんな使ってあげようってこと、うん、でも岡本に代打ですからね、贅沢ですね。さあ、まずは1球目、左対左、投げた、スラーブインサイドへボッ、ワンボールです。さあ、左対左、ただ今年の村上はこの辺り関係ありません。バッホームランこそ少ないながらも遠くにヒットは打つ、そして出塁率が高い。3球目ボール、2ボール1ストライク、4球目カムリー、2ボール2ストライク。さあ、追い込まれた村上、宮西投げた、またインサイドへボッ。さあ、再び3、2だ、3塁1塁、5球目投げた、打った、打ち上げた、左中間のフライ、やや大きな当たり、レフトバック、吉田正尚取ってアウト。しかし3塁ランナー青木がスタートを切ってホームイン、代打村上犠牲フライ、1点を追加、2対0。 いい当たりでしたけどね、吉田が抑えて、まあところ青木ね、よく走りました。ここも走りましたね、はい、よく走ってますよ。青木は今日は大忙し、はい、ヒットを打ってよく走ります。ただ2対0と次の1点は、うん、真中さんね、セ・リーグに入りましたね。さあ、これでゲームは動くのか。バッターはビシエドですが、おっと、またセ・リーグのベンチがちょっと慌ただしいですね。サンズが出てきますね。代打ですね、サンズ来ましたね、これね、阪神のサンズがこれからバッターボックスにどうやら向かいようですが、いやー、タイガースも途中から4番に据えてね、サンズはでも本当良かったですからね。本当ですね、山崎がさっきから一発打ってからね、グッと来ましたからね。開幕一軍じゃなかったんですけどね。そうなんですよ、開幕に過ぎたんですよ。さあ、バッターサンズ、1球目宮西投げてストライク、投球は2球目、2対0セリーグリード、ワンアウト1塁、6回表のセリー、2球目も投球、3つ目ピッチャー宮西、バッター代打のジェリーサンチ、投げた、イコス垂れて文句なし、レフトは一歩も動かない、入った、入った、入った、代打ツーランホームラン、タイガース4番にやはり座っている男は違う、サンズのツーランホームイン、4対0、セリーグ代打構成見事に詰まり、サンズのホームランで4対0と引き離しています。いや、僕嬉しいですね、もう監督推薦でサンズ選んだんですよ、これ真中さんの抜擢に応えたと。いや、よかったです、打ってくれてね、これ何言われるか分かんないところでしたからね。ただちょっと日本ハムの宮西がここまで打たれるっていうのはちょっと想像してなかったですね、うん、まあちょっとね、普段投げてますから、まあ、宮西今日はオールスターですから、多めに見ましょう。まあ、右のサンズというところもありました。お、また代打を使ってくるセリーグ、今度は佐野に代わって広島の松山です。
今日のゲーム、さっきまで行われたゲーム、松山今日4番だったんですよね。松山今日4番でしたね、今日 ね、はい、鈴木誠也3番、4番に座った松山でした。頑張って今年選、これね、監督選んだんですけどね。そうですよね、はい、ずっと5番で引っ張りました、はい、1球2球ストライク、3球目ポール、バッター代打松山、4対0です。この回犠牲フライとサンズのツーラン、次のどう打った詰まっています、セカンドフライ、逆転浅村立ってアウト、4対0セリーグリード、村上の犠牲フライ、サンズのツーラン、突き放して、さあこのまま一気にセリーグが主導権を握るのか。宮西もちょっとヒーヒー言っております、22球投じています。そうです、宮西もちょっとしんどそうですね、ちょっとしんどそうですね、はい、ただこの回は抑えないと。そうなんですよ、ピッチャー少ないですからね、パリーグあと 3,4 人いませんので、はい、もうね、まあ、3人しかいません、あんまり疲れると栗山監督に怒られそうなんですけど ね、 なるほどね。2球目打ち上げました、ここは打ち取りました、バッター8番のヤクルト山田を打ち取ってレッドフライ取ってアウト、吉田正尚が取りまして3アウト。しかし6回セリーグ代打村上犠牲フライ、代打サンズツーランホームラン、3点を取って4対0と突き放して6回表終わっています。さあゲームがぐっと変わってきましたんで、真中さんね、動きましたね、一気にね、これね、4対0ですからね、パリーグとしてはいかがでしょうか、このあと6回の展開というのはね、まあ、打線はありますからね、ちょっと流れが変わるとわからないですね、まだこれで4点差ですもんね、もう流行りじゃないですが、取られたら取り返すっていかないとねあ、倍返し、倍返し的なみたいなやつですよね、はい、さあそこが見られるかどうか。パリーグは9番西武の源田から始まりますが、さあピッチャー変わります、巨人に移籍した高梨雄平です、ね、いやこれファン投票で選ばれたんですよ。そうなんですよね、はい、まだユニオムが間に合ってないんですよね。あ、そうなんですね、このゲーム上ではね、ゲーム上ではね、楽天のユニオム来てるんですよ、まだね。でも連続無失点を含めてすごい、巨人はいいトレードしましたね。いや良かったですね、まあでも高梨もね、本当にこう急遽ね、トレードの中ね、本当にこう自分の力をね、発揮してますよね。昨シーズンちょっとね、離脱があって評価を落としたのか、今年は一軍の出番がなかったというのが不思議なぐらいで、うん、最初ね、開幕に振りましたんでね、まあでもこれ本当にジャイアンツにとっては一番の補強だったんじゃないですかね、本当ですね、っていうぐらいいい仕事してますね。で今度はパリーグ、この高梨が出てきたというところでベンチが動きまして、もう勝負気配、はい、さあ茂木か鈴木大地か、楽天の2人が今候補になっているんですが、どうだろう、茂木ですね、茂木英五郎がバッターボックス代打で向かいます。ここはまあ源田が変わりますと、やっぱりショートの守備もありますんで、兼ね合い的にも楽天の茂木英五郎、左バッターボックスが入ります。くしくも同じユニフォームを着ていた2人の対決です、うん、そうですね、巨人高梨、バッター楽天の茂木、6回の裏4点を奪ったパリーグ、1球目はストライクです。投球は2つ目、ストレートから2球目を投げました、スライダーインサイド引っ張ってポッ、スライダーの曲がりがパスですね。いやすごいですね、スライダーの曲がりはね、本当天下一品ですねこれね、はい、第3球を投げた、打った、引っ掛けた、一塁線のゴロ、ファウルです。あとやっぱクロスにね踏み込みますから、左バッターはちょっと見づらいという、打ちづらいですよね、タイミングがね。その左の楽天茂木、はい、高梨が投げた、外角直球はボッ、4対0追いかけるパリーグ、6回の裏ノーアウト、9番代打の茂木に投げた、インサイド引っ張った、スライダーいい当たり、ラインドラブ、しかしライトの鈴木誠也のほぼ正面でした、アウト、ワンアウトです。完璧に捉えましたけどね、今ね、タイミングが良さそうですね、うん、正面でしたね。1番に帰ってまたも楽天の浅村がバッターボックスです。1球目を投げた、スライダーインサイドへ食い込んでボッ、4対0追いかけるパ・リーグ、6回の裏2球目打った、高く打ち上げましたがショートフライ、坂本、おお、落下点、取ってアウトです。ボールとしてはいかがですか、ちょっと打ち損じですかね今ね、まあ、厳しいボールではありましたけどね、力が入ったか浅村、ショートフライ、2アウトの6回の裏、追いかけるパリーグです。2番の柳田、1球目高梨がインサイドからスライダーボッ、第2球を左腕から投げました、スライダー空振り、これが当たりそうで当たらない、柳田フルスイング、第3球を高梨投げた、スライダー今度はインサイドからストライク、手も足も出ないのか、柳田ワン、ツーベースをいっぱい使いますからねこのスライダーね。4球目を投げた、打った、引っ掛けました、セカンドゴロ、山田哲人を取って一塁のファースト、タイガースのサンズが入っていました、取ってアウト、スリーアウト。巨人に移籍の高梨、しっかりとファン投票に応える、6回三者凡退切り、はい、6回で終わりました、ね、素晴らしい投球でしたね高梨 ね、はい、今後もジャイアンツ欠かせないやっぱり選手ですね、うん、なりますね、もうね。さあ今度はパリーグが宮西からピッチャーを変えるようです。まあ、宮西もその前の山本もよく投げましたしね、投げましたね、はい、いっぱいいっぱいでありながらというところ、ロッテの守護神増田直也がこれからマウンドに上がります、はい、現在パリーグのセーブ王、24セーブ 1.98 の防御率、うん、今年の増田見事ですね、抜群の安定感ですもんね。この後出てくるであろうソフトバンクの森とともに、やっぱり上にいるチームは守護神が安定してますね、山中さん、やっぱりね8回まで勝ってるとゲームが拾えるっていう感覚がね、あのチームとても助かりますよね、計算が立ちますんでね。
あまり崩れないというところが、はい、それはやっぱり大きいですよ。でセリーグここで動いてきます。9番阪神の梅野のところ、はい、おっとプラスワン投票で選ばれた中日今年支配下キャッチャーアリエル・マルティネスがバッターボックスです。渋いところプラスワンで選びますね皆さんもね。一球目空振りです、ね、ここ選びますかってところね。3年目で支配下登録、これは2球目打って詰まらせたショートゴロ、森が取って1塁に送ります。ただ梅野が下がってますからおそらくこのままマスクをかぶりそうですね。さあ坂本に回りました。巨人です。セリーグ7回の表4対0リードのクラウンスタジアム、ロッテの増田が2球目を投げた。ボン、1球2球ボール、ボール2です。セントラルは1番坂本、2番丸、3番青木、4番鈴木誠也、5番村上、6番サンズ、7番松山、8番山田、9番アリエル・マルティネス。3ボール1ストライクになった1番の巨人坂本です。今日はヒット1本。ロッテの増田投げた、カットボール決まってストライク。今年はこのカットボールがかなりの評価を受けています。ピッチャーロッテの守護神増田第6球を投げました。シンカーです。打ちましてポン。かなりね抜けるシンカーですからね。そうですね、緩急が難しいですよね。スリーツーから投げたインコース、今度は詰まったストレート、左中間センタープライ、柳田が早くもオーライ取ってアウト、ツーアウトになって2番の巨人丸を迎えます。また投手戦になってくるんですかねこれ ね、 うどうなりますかねこれね。でもこう抑えないといけませんからね。そうですね、パリーグはね、パリーグはもうずっと抑え続けるしかありませんね、はい、丸に1球目ボール、2球目カットボールはボール2になりました。4対0リードはセリーグ、3球目を投げました、打った詰まった、いや捉えた後にセンターバック、柳田の上を越えていく、ウォーニングトラック、バンバンとフェンスに当たる。バッター丸は2塁へ立ったまんま、2ベース、2アウトランナー2塁。さあ2アウトからチャンスはセリーグです、ね、これ追加点入るとちょっと試合決まってしまいそうな展開ですからね、もうここで青木変えるみたいですよ。あ、青木変えますか、ね、青木に代わって、はい、お DeNA 勝ち取りです。今シーズンはラミレス監督リードオフマンで起用し、もう今シーズン規定打席到達しました。梶谷頑張ってます本当にね。僕なんか嬉しいですね、もう1回元気なかった選手がね復活ですよね。カムバックショーじゃないですかねこのままね、いけどね。3年ぶりの規定打席、1球目ボール2球目空振り、第3球を投げた、ストライク、4対0リードのセリーグ、ランナー2塁2アウト、代打 DeNA 梶谷、ツインとも打った、詰まっているインコースのボール、ショートゴロ、前進楽天森が取って1塁送る、アウト、ギリギリ間に合ってアウトです。3アウトになりました。ロッテの増田がグラブを叩いて楽天の森を迎え入れます。7回の表セリーグ0点、4対0で7回の裏パリーグの攻撃に移ります。なんとか粘れましたね今ね増田ね。今のちょっと出てたら嫌な感じですもんね、追加点はね嫌だったですから今ね。鈴木誠也に回りましたんでね、良かったですね。でアリエル・マルティネス代打の出た後はキャッチャーマスク、中日もいろんな選手を支配下にしますけれどもバラエティに飛んでますね。いやでもね頑張ってましたもんね、ちょっと故障してましたけど ね手を痛めてファームでももう一回痛めたそうですけどね。そうなんですよね、4対0さあそろそろもう 7,8,9 ですから真中さん、いやこの辺じゃないですか、パリーグもちょっとね反撃しないといけないですね、もうここで1点でも最低欲しいですね、まずね、流れを変えたいパリーグです。返していかないといかないですよね。セリーグはどうやら高梨がさっき良すぎただけにもう1回行くようですね、買いまたぎ。球数もね少なかったですからね。そうですよね、先ほどは11球で3つのアウトを取った高梨がなんと続投です。あんまり2イニングも投げさせると原監督に怒られそうですけどねそうですね、はい、あとはセリーグは中日の大野と阪神の藤川球児が残ってますから、ね、ファン投票で選ばれましたんで、はい、そのラストピッチング見れるかどうかというのもポイントですが、でオリックスの吉田から始まる4点を追うパリーグの7回裏の攻撃で代打マーティンです。来ましたよロッテのマーティン。ロッテファンの方お待たせいたしました、ね、増田が抑えてマーティン登場。今シーズンホームランを打てば連勝シーンもありました、途絶えましたが今年はチームを打って守って引っ張ります。レオネス・マーティン左バッターボックス代打で登場です。左対左マウンド上巨人のピッチャー高梨、オールセンタルのマウンド上1球目を投げました、スライダー打った、1球目でセカンドゴロ、山田が取って1塁へ、アウトです。完全に詰まらされましたね今ね。やっぱり左対左のスライダーがきついですね、曲がりが難しいですからね高梨ね。さあ4番は中田翔日本ハムです。1球目はストライク、こういう逆境には非常に強い中田、4対0追いかける展開。高梨投げた、インサイドへスライダーボッ、いやこの中田のインサイドをスライダーがえぐってきます。3球目を投げました、今度はインサイド直球ボッ、カウント2ボール1ストライク、踊らせましたね。バッター中田に高梨投げた、捉えた、センターへ大きな当たり、伸びていく、入った、高梨のウィニングショット、スライダーを捉えて中田翔、まさにこれがレベチの一発、今ホームイン、4対1パリーグ、ようやく7回の裏1点を返しました。4番の日本ハム中田翔の一撃でした、
ね、もうパリーグの4番の意地ですね、これね。スライダーをしかも打っていきましたね、センターバックスクリーン、もう意地の一発というようなね、そんな当たりでしたね。相手のウイニングショットを逆に打ち返してやろうという、うん、ちょっとこれ流れがね、少し変わるかもしれませんね、パリーグのね、はい、で、バレンティンですからね、バレンティン、なんとかしないとダメだぞ、バレンティン。スモラカ監督からこうゲティが飛んでいますが、ワンアウトランナーありません、バッターバレンティン。あ、高梨はただ続投です。4対1、中田のホームランで1点返したパリーグ。7回の裏、雪村と引っ張って三遊間抜けていく、低いゴロが抜けていったレフト前ヒット、バレンティンヒットが出ました。1本出ましたね、バレンティンね。さあ、これでまあ連打の形にもなっていますんで、うん、パリーグは畳みかけたい。バッターボックスは西武の森友哉、今日2打数ノーヒットです。4対1、追いかけるパリーグ。中田のホームランの後バレンティンヒット。ここで森にも復活のね、そうですね、ちょっと、ね、これ後半戦というか、これからのねきっかけになるようなバッティングをね。でセリーグもやっぱりちょっと相手の雰囲気が嫌だと思ったのか、うん、ここで大野雄大を変えてきましたね。中日の大野です、はい、今年7完投です。いやー、でもね、見事ですね、大野もね。本当ですね、こうやっぱり1週間に1回で完投するピッチャーがいるとね、ベンチは助かりますからね。本当ですよね、チームを救う完投ですよね。さあ、その大野が対するのは6番西武の森。1球目はワンボールです。2球目を投げました、サウスポーが打って引っ張ってファウル、一塁線右のゴロ、ワンアウト一塁。追いかけるパリーグ4対1。第3球投げた、うーん、空振り。ちょっと森がらしいスイングができていません。投球4つ目、中日大野雄大が一般牽制球、バレンティンなんですが、一塁ランナー牽制球を挟みました。必死だ大野雄大、投げた、インコース打った、詰まらせた、ショートゴロ、ワンバンで取る、バックトスティリーをグラウト、一塁転送アウト。 6-4-3 ダブルプレイ、これよく踏ん張りましたね、大野ね。パリーグは1点を返して、はい、さらにチャンスを作ったんですが、この7回の裏ダブルプレーで森が今日はブレーキということになってしまいました。7回裏まで終わって4対1、オールセントラルが3点をリードしています。日本放送ショーアップナイタースペシャル、 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、解説はこの方、真中満です。皆さん一緒に e オールスターを楽しみましょう。お聞きいただきましたように、7回裏まで終わって4対1、ようやくパシフィックが7回の裏、4番の中田翔、高梨のスライダーをセンターバックスクリーンに捉えて1点を返しました、うん、ちょっとゲームが動いてきましたね、これね、はい、6回ですか、はい、3点を失った後ね、まあ、中田で一発返しました、4対1ですが、はい、これ終盤、なんとかパリーグのね、いじみたいですね、これね。これあと8回9回ですが、セリーグは残りのピッチャーもすでに大野は出ておりまして、はいはい、あとはもう藤川しかいないんですね。そうなんです、だからまあ大野をね、次イニングまたいで藤川しかいないですから、そうですね、ちょっとね、投手陣的には若干苦しい部分があるんでね、まあ、その辺がちょっとこうパリーグのね、スケール好きかなってことですね。パリーグはあと2イニングスですが、まだホークスの千賀と森という2人のピッチャーが残っておりますので、そうですね、まあ、ちょっと後半どうなりますか、楽しみですね、まあ、パリーグの意地をちょっと見たいですね、はい。さて、皆様からの応援メッセージや感想などをツイッターメールでいただいています。ツイッターから、レンさんかな、オールスター e ベースボールだとセリーグ強い実際どうなんでしょうね、丸川さん。まあ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 、そんなこと言わずに確かにね、確かにそうなんだね。通算でパリーグ85勝セリーグ79勝11分けという実際のオールスターの数字はあるんですが、うん、そうなんですよね、実際丸川さん選手で出て監督で出て、はいはい、どうですか。そうなんです、僕はね、監督の時は一生いっぱいだったのかな、確か、はい、そうでしたか、はい、でもね、ここのとこ見てるとね、まあ、日本シリーズでもそうなんですけど、うん、やっぱパリーグの方が優勢な感じがしてしまいますね、まあ、これだけの今回の e オールスターぐらいのメンバーが集まればね、はいはいはい、どうなるかっていうところなんですが、そうですね、現状はセリーグが4対1とリードしています。 e ベースボールぐらい意地を見せなきゃいけないのかな本当ですね、うん、さあ、小文字の第3、こっちでも高梨くんは神だった本当思いますよね。いや、本当ですね、こんなスライダー投げるんだったらそう簡単に打てないわと。いや、今日も相当曲がってますよ。そうでしたね、はい、ただそれを中田翔が捉えたというまたパリーグの意地を見た、そんなあたり、すごい音、リリアントワネットさんいただきましたが、これはホームランのあたりかな、あ、もしかしたらしたんです、ね、乾いた音がしましたんでね。なるほど、歓声もそうですよね。いや、まあ、ちょっとね、普段とは違うね、本当に歓声になると思いますけど、ね、特に今年は歓声がなかなか聞こえないから、あ、そっかそっか、逆になんかリアリティがあるというか、なんか嬉しくなっちゃいます ね、 そうですね、聞いていくとね、っと違ったね、歓声もちょっと聞いてみてくださいね。早くもまた新しいこの e ベースボールもそうですが、プロ野球でもまた歓声が早くも聞きたいなという思いがありますが、うん、そうですね、もうちょっと我慢です。はい、ということで e オールスター2020、7回の裏まで終わって4対1、パリーグ1点追い上げましたが、8回9回はどうなるか、お知らせを挟みまして e オールスター2020最後の攻防をお送りします。 FM93AM1242 日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、
日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020真中満さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送。さあいよいよ e オールスター最後の2イニングに参ります。8回の表の攻撃、セリーグ4対1セリーグリード。4回に鈴木誠也のタイムリーツーベース、6回に代打村上犠牲フライ、代打サンズの1号ツーランを打てばパリーグは7回の裏、日本ハム中田の1号ソロで反撃。ゲームは1点返されたセリーグの8回表の攻撃で、パリーグピッチャーここでホークスの千賀滉大プラスワン投票からの登場、マウンドに上がります。ちょっと今シーズンまだまだ千賀らしいところが見られてないんですけどね。まあ千賀に求めるところが皆さん高すぎますからね。そうなんですよ、はい、ちゃんと頑張っているんですけどね、6勝5敗 3.16 の防御率ですが、工藤監督もエースとして立ち向かっていってほしいと、うん、相手突き放すような話をしています。必ずエースと戦い、相手がエースですからね。明日も則本と戦いますからね。そうなんです、しょうがない部分もあるんですけどね。投げてていいんでしょうか。さあそんな千賀、1球目バッター鈴木誠也投げてポッ、4対1リードのセリーグ、今日タイムリーの鈴木誠也、2球目カットボールポッ。なんといっても千賀は160キロのストレートに落ちるフォーク、お化けフォークがあります。3球目ストライク、157キロアウト、ハイ決まって2ボール1ストライクです。第4球を投げた、フォーク空振り、135キロインローへ、すごい落ちです。さあ追い込んだピッチャー千賀、広島の鈴木投げた、ストレート空振り三振、158キロ、早いね、たまに今のねしかも低めに来ますんで、いや早い早い。バッター村上です、1球で空振り、先ほど犠牲フライ、フォークだと思って振っちゃいますよね、低めはね。フォークもこれみんな当たんないですもんね、全然ね。1球2球フォークでワンエンドワン、バッターヤクルトの村上、次のまたフォーク空振り、当たらない、このフォーク。さあ千賀が全開、4球目を投げました、カットボールインサイド、これにカットボールがありますんでね。いやそうなんですよね、まっすぐも速いですからね。出てから投げた、カットボール見逃し三振、2者連続、鈴木誠也、ヤクルト村上連続三振で2アウトです。ちょっと打つものないですね、この選手。そうですか、ね、あ、今度は先ほどホームランのサンズ、1球目159キロストレートストライク、2球目カットボールでボッ、ピッチャーホークスこの回から千賀、4対1リードはセリーグ、3球目ボッ、2ボール1ストライク、159キロ、早いテンポで投げた、スラーブ、スラーブを投げてきましたが、それを打ったサンズ、しかしセカンドゴロ、三者凡退、あっという間に3人で線が片付けました。完璧な投球でしたね。まっすぐは速いしね、フォークはもう当たらない感じですもんね。これはでもパリーグに流れを呼ぶのがピッチングですよね、うん、ちょっとね流れ来そうですね、これね。この回は線がの同僚です、ホークスの松田伸弘がバッターボックスに入ります。でこの後ベンチのメンバーも栗山、西武の栗山と楽天の鈴木が残っているので、この2人の使いどころもパリーグは反撃のポイントか。3点を追います、8回の裏パリーグの攻撃、この回は松田、そして茂木、1番に帰った浅村という打順です。初球はボール、ピッチャーは先ほどの回から大野雄大、2球目はボール2です。大野でもね、普段中継ぎは登板ないですからね、経験はね。最後の方にやってた不審のシーズンありましたけどもね、うん、ありましたね、はい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 、3ボールから4球目はストライクです。第5球を投げた、打った、打ち上げました、これは第、ホークスの松田、うん、センターフライです。打ち取りましたね、取ってセンター丸アウト。まあ菅野がいなければ今年は投手三冠ぐらい大野はあるのかなっていう感じですけどね。いやでも本当そうですね、もう菅野はもっと上ですから今ね、現状ですね。大野は6勝5敗、防御率は3位の 2.37、 奪三振はただ菅野より上、106という、うん、完投が多いですからね、イニングも投げてますしね、はい、さあここで太田大志のところ、楽天鈴木大地がバッターボックスです。代打で登場です。初球はボッ、現在パリーグの最多安打、打ちました、切り替えてスピードで打ってセンターフライ、うん、軽打で行ったんですがここはセンターフライ、鈴木大地倒れて2アウトで茂木です。ちょっとここでまた3人で終わるとセリーグに流れがいってしまいますからね。うん、そうですね、あと3点差ですからね。さっき茂木はいい当たりのライトフライ打ちましたもんね、内容良かったですよね。1球目はボール、投球2球目、4番手の中日大野雄大、楽天の茂木に投げた、インサイドでストライク、1ボール1ストライク、4対1追いかけるパリーグ、8回の裏茂木に投げた、インコース引っ張った、右中間伸びていく、伸びていく、どうだ、入った、右中間スタンド、赤いレンガ色のフェンスを越えてスタンドの最前列に飛び込む茂木のホームラン、4対2、茂木がホームイン。さあパリーグ再び1点返して、その差を2点に詰めています。まあちょっと取りに行ったようなねストレートですけどもね、まあこれ森ですよね、力ありますね。先ほどのただやはりライトフライというのは伊達ではなかったという感じですね、うん、そうでしたね、スタンドまでねもうライナーでしたよね今ね。さあ一気にパリーグがここで浅村登場で畳みかけるのか、今日はライトフライ、センターフライ、ショートフライです。4対2追いかけるパリーグ、さらに1点返せるか。ボール1球目を投げてボッ、
ホームラントップ浅村と中田で競り合っている状況。ここはバットの先、セカンドゴロ、中村が取ってバックハンド、一塁へ送ってアウトです。1点止まり。ただこの回も森のホームラン、ソロホームランで1点を返して4対2、パリーグ2点差に詰めています。まあ2点差ですからこれね、ワンチャンスなのでね、はい、このイニングですよね、しっかりこれ抑えることによって、はい、ちょっと9回で、そうですね、分かんなくなってきましたね。パリーグも次の回は柳田、マーティン、中田という順できますし、上位ですからね。ただセリーグも9回、この9回というのは本当に松山、山田、うん、アリエル、マルティネスという順です。そうですね、まあセリーグはこれ通過でほしいですよ、ここね。少なくともランナーを出してちょっと流れが、うん、流れはね、ですね、切りたいですね。今年はカープの中軸で大活躍の松山ですが、ここでホークス最後のピッチャー、パリーグ森唯斗が上がって投球練習を行っています。まあ森も毎年毎年ね、本当ですね、本当に故障しないですよね。そうなんですよね、丈夫ですよね。あと本当にランナーを貯めてホームランっていうのが久しくないんですよ、このピッチャーは。丁寧と言いますかね、はい、やっぱりカットボールとナックルカーブというのが一つ武器になりますが、安定してますね。さあ森1球目を投げた、ストライク。4対2リードのセリーグ、いよいよ9回に入った e オールスター2020、2球目ボン。この回は松山、山田、マルティネスの順。3球目を投げました、空振り。カットボールインサイド、これが森のウイニングショット、追い込んでいます。ホークスの森唯斗、投げた、広島、松山、見送ってボン。 2&2 です。風は追い風2メートル。4球目は、5球目はボン。さあ 3-2 です。ピッチャーホークスの森、バッター広島、松山に投げた、フォーク打った、打たせた、セカンドゴロ、内野ゴロが多い。浅村が取って一塁に送ります、アウト。エラーもなく快調に進んでいきます。完全に芯を外しましたね、今ね。そうですね、はい、森のフォークに翻弄されました。8番の山田哲人です。初球はストライク、インサイド。今日の山田、センターフライ、レフトへのヒット、そしてレフトフライと終わっています。2球で追い込まれました。あ、森が絶好調。3球目打った、これはカットボール打たせた、サードゴロ。全身松が取って軽快に一塁へさばきます。長田持ってアウト、2アウトです。さあホークスのこの森が3人で抑えればパリーグ一気に流れていきたい、うん、ここはすんなりいきたいところですよね、うん、バッター途中からマスクをかぶるアリエル・マルティネス、ドラゴンズ。2球目ボン。ドラゴンズは本当にシエラとか最近マルクとかいろいろね外国人増やしていますけれども、おっとライトへしぶとく運ぶヒットになりました。流し打って技ありのヒットです。これは嬉しい人になりましたね、マルティネス。こういうまた成功体験ができると今後に向けてもいいですよね。いい経験になるんですよ。育成出身のマルティネス、ヒットライト前で2アウト1塁、セリーグ。さあ坂本、1球目ボール、2球目は空振りです。森唯斗落ち着いて3球目打った、打たせました、ここはキャッチャーフライ、森友哉です。バッカ点取ってアウト、3アウト。9回の表、4対2リードのセリーグは0点でした。さあいよいよ9回の裏、パリーグの攻撃に移ります。ね、2点差わからないですから、これまずね。で、柳田からですが、セリーグはファン投票で選ばれた抑え藤川球児がマウンドに上がります。うん、これなんか藤川が選ばれるのってなんかいいですね、これね、運命的と言いますか、ね、ファンの投票もすごいいいなと思いますよね。粉骨最新火の玉ストレート、まさに見納めといったところ。いやー、いいもの投げてましたよね、前世紀はね、本当にね。日米250セーブがあと5なの で、 そうなんですよ。この後のシーズンに出番があるかですよね、真中さん、ね、もうなんかそこは気にしないでいいんじゃないかってぐらい ね、 もうよくやりましたよ藤川ね。それがなくても殿堂入りしてあげてほしい。もちろんね、それぐらいの内容ですね。さあこのゲームの中でも eBayベースボールでも火の玉ストレートは見られるのか、柳田との真っ向勝負。4対2追いかけるパリーグ、9回は1球目ストライク、いや失礼、ボールです。149キロ外れました。第2球を投げた、2杯へ、今度はストライク、145キロ、ワンエンドワンです。バッターホークス柳田、3球目落とした、空振り。もう藤川も本気です。ここは変化球も使ってくる。第4球を投げた、高め直球打った、セカンドゴロ、柳田が取る、一塁へ送ってアウト、ワンアウト。これセントバッター大きいですよ、本当にね。真中さんも対戦したことあるピッチャーですもんね。いや早かったですね、ナンバーワンじゃないですかね、僕の対戦した中でね、藤川のストレートはね。そこで代打栗山をマーティンに変えて使ってきました。さあこういうシーンでは打つベテラン栗山、1球目はボッ、19年目になります。初球はボール、2球目ピッチャー藤川投げました、ストライク、149キロアウトローへ、ワンエンドワン。今年は栗山はもう 1,2,3,4番全部打ってチームを引っ張っている。いやね、栗山は本当に体を壊さない選手ですからね。本当ですね、はい、4球目を投げました、打った、打ち上げました、これはキャッチャーフライ、マルティネスベースの前取ってアウト、2アウト。4対2、さあ追い詰められたパリーグ、2アウトです。4対2ビハインド、4番の先ほどホームランの中田です。右バッターボックスに入りました。藤川が3人で切ってきっちり締めるのか。1球目を投げました、スプリット空振り、ワンストライクになります。投球2球目、ピッチャー藤川球児投げました、直球打った、センターへ、文句なした、
中田2打席連続のホームラン。なんとここでやはりパリーグの4番はレベルが違う、中田翔のホームランにはホームイン。4対3、パリーグ1点差に詰めました。土壇場9回通過、ツーアウト。いやー面白いですねこれね。149キロインローの直球でした。いやこれまああと1点ですからね、まあ、ここでよく打ちますね中田もね。ちょっと藤川さんにはいい思いさせられないよって感じなんです ね、うん、次これバレンティンですから。どうですか、ね、さあバレンティンです。今日は何かバレンティンが鍵になりそう。2アウトですがパリーグ波に乗るか。バッターバレンティン、ピッチャー藤川、1球目を投げたストライク。セリーグ時代はやはりしのぎを削り合った2人です。第2球を阪神藤川投げた。4対3、セリーグ勝利までアウトアウト1つ。第3球を投げた、打った、詰まった、セカンドゴロ、山田取って一塁送って、アウト、スリーアウト、試合終了。 e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、4対3、オールセントラルが辛くも逃げ切りました。最後はパリーグ中田のホームラン、茂木のホームランで追い詰めたんですが、あと1点届かず。結局セリーグ藤川球児がファン投票に応える失点1ながらも最後締めくっています。ということで村上鶴さんの解説でお送りしました。最後の藤川、最後、まあ、あの中田の一発でちょっと盛り上がったんですけど、藤川が最後粘ってね、なんとか抑えましたが、いや最後までわからないね、あの好ゲームになりましたね。感慨深いものになりましたね、はい、よかったですね。ということでお送りした e オールスター2020、4対3オールセントラルの勝利。お知らせを挟んでこの試合真中満さんと振り返ります。日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、真中満さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送。日本放送ショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020、真中満さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送。というわけでお送りしてまいりましたショーアップナイタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。それではオールセントラル4対3で勝利のこのゲーム、実況とともに振り返ってまいりましょう。まずは先発オールセントラルが巨人の菅野、オールパシフィックは楽天の涌井、2回まで0対0と、まあ、いきなり静かな立ち上がりになりましたね、投手戦みたいになりましたよ ね、はい、で3回も菅野がゼロに抑え、パシフィックはオリックスの山本が3回にマウンドに上がりましてゼロに抑えましたが、4回の表山田にフォアボールを与えて、バッターは広島の4番、セリーグの4番、日本の4番、鈴木誠也。0対0、ノーアウト1塁、鈴木に投げた、打った、大きな当たり、センターへ、伸びる、伸びる、伸びる、向こう向き、フェンスダイレクト、フェンスの上の金網に当たった、大一気な青木は、2塁、3塁回って、ホームに帰ってくる、中継からバックホーム、ホームイン、間に合わなかった。4回の表、オールセントラル4番の鈴木誠也、センターオーバー、タイムリーツーベース。セリーグは4回の表、青木のフォアボールから、ね、鈴木誠也のセンターオーバー、はい、このセンターオーバーも見事でしたけど、うん、青木もよく走りましたよね。そうですよね、はい、1塁からチョークホームインでまずセリーグが先手。しかし5回の表裏も両チームゼロということで、山本と小川もよく投げましたね。いや本当、ね、そう、特に小川はねもうバチバチだったですね。2回パーフェクト、パーフェクトですからね、はい、あの丁寧に投げてましたね。次の1点が大事という中、6回の表にゲームが動きます。この回の先頭青木がヒット、鈴木誠也も続いて三塁一塁からバッターボックス、この後は村上が代打で登場してレフトへの犠牲フライ、2対0とセリーグがさらに突き放し、その後バッタービシエドに代わって阪神タイガース、ジュリー・サンズ投げた、イコスターレフトへ、文句なし、レフトは一歩も動かない、入った入った入った、代打ツーランホームラン、タイガース4番にやはり座っている男は違う、サンズのツーランホームイン、4対0、セリーグ代打構成見事に詰まり、サンズのホームランで4対0と突き放しています。突き放したセリーグ、さあこのまま逃げ切ろうとジャイアンツの高梨が快投を見せ、7回まで抑えましたが、7回の裏、しかしその高梨のウイニングショットを中田翔が捉えます。捉えた、センターへ、大きな当たり、伸びていく、入った、高梨のウイニングショット、スライダーを捉えて中田翔、まさにこれがレベチの一発、今ホームイン、4対1、パリーグようやく7回の裏1点を返しました。4番の日本ハム中田翔の一撃でした。さあこの一発で流れに乗るか、パリーグ4対1、3点ビハインドで8回の裏、途中から守備についています。先ほどいいプレーがあった楽天の森がバッターボックス、投げた、インコース引っ張った、右中間、伸びていく伸びていく、どうだ、入った、
右中間スタンド、赤いレンガ色のフェンスを越えてスタンドの最前列に飛び込む茂木のホームラン、4対2、茂木がホームイン。さあパリーグ再び1点返してその差を2点に詰めています。そして4対2とされましたが、セリーグは9回の裏、今年で引退が決まっているファン投票で選ばれた阪神の藤川がマウンド、柳田を、そして栗山を打ち取ってというアウト、あと勝利までアウト1つというところでこの男が立ちはだかります。ピッチャー藤川球児、投げました、直球打ったー、センターへ、文句なしだ、中田2打席連続のホームラン。なんとここでやはりパリーグの4番はレベルが違う、中田翔のホームラン、今ホームイン、4対3、パリーグ1点差に詰めました、土壇場9回2アウトというゲーム展開ですが、最後はバレンティンを抑えて藤川、4対3でセリーグが辛くも逃げ切りましたと真中光さんとお送りしましたが、いやなんかね、今普通にこのさ実況聞いてたんだけど、はい、本物で一緒だな本当ですか、いやいか、なんかねすごい感情、感情もあってよかったね、よかったですね、なんか聞き入っちゃったよ、しかも試合時間も早くて、そう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 、真中さんそういう意味で嬉しいでしょ、コンパクトにね、早く帰れますからね、はい、早く帰れるって言っちゃいましたけど、はい、ということで4対3でセリーグ辛くも逃げ切り勝ち、うん、ということでね、グレートランさんからツイッターいただきました、試合はセリーグが勝ちましたが最後は中田が全部持っていったなと、ね、そんな、ね、意地もありましたよね、そういう感じでしたね、はいはいはい、ということでお送りしました4対3でオールセンターの長かった E オールスター2020でした。ということで E オールスター2020お送りしてまいりましたが、今日ご案内した E ベースボールプロリーグ、プロ野球の E スポーツリーグです。パワープロを使ったこの E ベースボールプロリーグが12月5日に開幕いたします。もうすでに発表がありました。で、今シーズンの注目として、12球団のプレイヤーたち、実際のね、野球選手はもちろんですが、はいはいはい、ゲームの中に、球団所属の監督とコーチがですね、真中さん。そうなんですよね。プレイすることができると。入るんですよね。いうことになりまして、だからちょっと面白いですよね。だから現役のコーチ選手入ってますから、はい、ちょっと活躍しないとコーチも嫌な空気になりますよね。さあ、ではどんな選手がノミネートされるのかも含めて、ある3人の方からコメントをいただいておりますので、ここで聞いてみましょう。読売巨人軍の阿部慎之介です。今回 E ベースボールプロリーグに、レジェンド OB 選手として、出場することになりました。プロプレイヤーにはゲームの中で僕を操作してたくさんホームランを打っていただいて、ジャイアンツを2年連続ですか、日本一に導いてほしいと思います。ヒットで出た際はすぐにダイソーを出してください。よろしくお願いいたします。千葉ロッテマリーンズの井口忠人です。 E ベースボールプロリーグ、2020年シーズン、私もとても楽しみにしています。昨年は日本シリーズでくしくも敗退したとのことですので、今年こそ日本一になれるように頑張ってください。ゲーム内では私も選手として使えるということなので、チームの勝利に貢献できればと思っています。我々も優勝を目指して頑張っていきますので、皆さんも頑張ってください。突破。東京ヤクルトスワローズの石井博俊です。今回は僕もプロリーグ2020の中で起用されるということで、昨年届かなかった日本一に向かってチームの力になりたいと思います。ぜひお楽しみに。スワローズ代表プレーヤーの皆さん、活躍を期待しています。ということで、巨人阿部二軍監督、はい、ロッテ井口監督、うん、ヤクルト石井博俊コーチのコメントが届きまして、うん、これは真中さん、このメンバーの皆さんを、はい、ロッテもヤクルトも巨人も使えることがどうやら決まったようですね。まあ、ですからみんな現役時代はすごい数字ですから、はい、かなりの戦力になると思いますよね。で、それ以外の選手がどうなるかというのは、はい、今後 E ベースボールの公式ホームページで全貌が明らかになるということです。そして12月5日の開幕の前に、真中さん、はい、重要なイベントがありますよね。いいドラフト会議ですね。そうなんです、はい、10月17日の土曜日に今回プロテスト8600人参加したんですが、ね、その中から40人まで絞られて最後26の枠をかけて、ね、ドラフトで指名されるのを待つってことなんですよね。ドラフトといえば真中さんでありますが、はい、これは真中さん配信もされるんですが登場もされるということで、もちろん行きますよ。ドラフトはもう僕のね、独壇場ですよ、はい、代名詞ですからということで、はい、この E ベースボールの E ドラフト会議、10月17日土曜日夜6時からオンライン配信されますので、こちらもぜひチェックしてください。
さて続いては昨シーズンの e ベースボールプロリーグ最優秀選手、今日セリーグをプレーした巨人の立野博選手にここで電話がつながっているところということで聞いてみましょうか。それでは呼んでみましょう。立野さん。はい。はい、勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、今日はね、ヤクルトの大川選手と組んでというタッグの形で、はい、見事セリーグを勝利に導いたんですけれども、はい、振り返ってどうでしたか？やってみて、まずは。そうですね。やっぱりまず、純粋にパリーグに、まあ、勝てたっていうことが、まず素直に、まあ、嬉しいっていうことと、はい、大川選手と、まあ、二人でタッグを組んでっていう、まあ、ちょっと普段とは違うプレースタイルだったんですけれども、大川選手とは何年も前から一緒に、まあ、練習してきた仲だったので、うんうん、まあ、息が合っていて、とてもプレーしやすかったですね。はい。まあ、普段はね、一人でこれはやっぱり一試合戦い抜く形なので、はい、ちょっといつもよりは違和感があったけれども、そこは昔のよしみで、なんとかうまくやれたという、ね。そうですね。はい。ちなみに、立野選手はもう強振強振のフルスイングのこのプレースタイルなので、はい、今日もやっぱホームラン狙ってたんですか？そうですね。狙いすぎて、ええ、ほとんど全ての打席で、ちょっと、力みすぎて甘い球を何度も逃してしまったので、あ、そうだった。そこがちょっと悔しかったですね。今日はプレーの中ではですから、サンズ選手がホームランセリーグ打ちましたけれども、はい、あれは立野選手のプレーではなかった。あれは僕ではなく岡選手が打ちました。ちょっと悔しいですね、それはね。いや、もうそうですね、ちょっと先にホームラン打ちたいと思ったんで。あ、そうだったんですね。まあ、はい、まあ、結果一本も自分打ってないんで、うん、他のパリーグ含めて僕だけ打ってないんで。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。4人の中で、まあ、ここは、うん、はい、シーズンに取っておくということにしておきます。そうなんですね。はい。はい。で、そのシーズンですけれども、いよいよ3年目になりますけれども、はい、e ベースボールプロリーグ2020、12月5日開幕ということが発表されまして、はい、もう立野選手はやっぱり去年の MVP ですから、今年も巨人と継続契約を結んで、巨人の選手として戦うことになると思いますけれども、はい、去年はセリーグ2位から CS を勝ち抜いて、日本シリーズを勝って日本一になりましたけども、はい、今年、ここまでのまず準備いかがでしょうか？そうですね。まあ、割と順調に自分個人としては、まあ、準備は進められているかなとは思いますね。ああ、そうですか。まあ、少し、はい、まあ、パワープロ自体のシステム的なところが、まあ、はい、変わったところがあるので、そこへの対応というところが、まあ、まだ十分ではないので、まあ、そこを重点的にこれから開幕までやっていければ、今年もいい結果になるんではないかと思っています。ああ、これね、プレイするゲーム自体が新作の e ベースボールパワフルプロ野球2020に変わりましたけども、はい、我々が普通にプレイしても、まあ、いつも通りのあの楽しいパワープロができてるってイメージなんですが、はい、プロのやっぱ感覚だと違うもんなんですか？そうですね、かなり、まあ、自分の得意とする強振が少し、まあ、難易度が上がったといいますか、はは、難しくなったので、ええ、まあ、そこがかなり自分は、プレイスタイル的にも、うん、悩みを抱えているところです、ね。ああ、そうですか。立野選手はいつもね、はい、強い打球を飛ばせる強振という、ただ当てるのは難しい打ち方を常にするんですけれども、はい、それがちょっと今年は難しくなっているのが気がかりであると。そうですね。ああ、そうですか。どうでしょう。いつもフルスイングの立野選手のあのプレースタイルが、今シーズンはちょっと、もしかしたら柔軟に変わるかもしれない。かもしれないです。ああ、そうですか。はい、これはプロプレイヤーというか、e ベースボール界は結構ざわざわするようなお話だと思いますが、はい、さあ、改めてそんなところも、これからもまだ練習を積んで踏まえての、この、プロリーグ2020の目標いかがでしょうか？はい、まあ、やっぱり、チームメンバーはまだこれからドラフト会議があるので確定はしていないですけれども、はい、まあ、どんなチームになったとしても、まあ、昨シーズン、まあ、日本一は慣れたんですけれども、リーグ優勝は逃してしまったので、ええ、今シーズンはやはりリーグ優勝からの日本シリーズ連覇を目指したいですね。やっぱりジャイアンツを背負うっていうのは、はい、その勝利の執念とか、勝つべき上昇スタイルみたいなことは皆さんも、やっぱり、はい、e ベースボールプレイヤーでもやっぱり感じるですか？そうですね、やはり、今年の、まあ、現実の野球のジャイアンツももう、セ、うん、リーグで言うとちょっと頭一つ、二つ抜けているような強さなので、はい、我々も、その強さをパワープロの世界でも見せないといけないのかなっていうプレッシャーではないですけれども、はい、そういう感覚もありますね。なるほど。実際のジャイアンツ同様では独走を今年は目指すというところですね。期待ですね。はい。で、先ほど番組でもお伝えしたんですが、今年の e ベースボールプロリーグ、特別ルールで12球団に所属している監督とコーチを、はい、俺を使えと言わんばかりに使うことができると、はいいう発表がありまして、はい、巨人は阿部二軍監督が、はい、使えるということにどうやらなりそうなんですが、このあたりいかがでしょうか？
いや、本当に嬉しいですね、素直に。で、特に阿部新監督は、昨年まで、自分ずっとパワープロやってきた中で、常に主力の選手でありましたし、はい、昨シーズンでも、やはり阿部選手で、平松さんの、神取りシュートをホームランにしたり、うん、そうなんですよ。はい。あったので、今シーズンも、阿部二軍監督、また阿部選手としてですね、我々もプレーさせていただくので、たくさんホームラン打ちたいなと思いますね。そうですか。はい、これちなみに補足的に言うと、去年はレジェンド OB 選手というのをね、各球団使えて、DeNA の平松正治さんが出てきたんですが、そこで、現役の阿部慎之助選手でね、立野選手はホームランを打ったということなんですよね。はい、いや、あれは本当に素晴らしい一発ではありましたけれども、ちなみにですからこれ、もしかしたら原監督も使えるかもしれないですから。いや、そうですね。そうなるとまた、どんな打線を組もうかっていうところから、悩ましいところですね。今やはりサードは岡本和真選手が、やはりジャイアンツ4番として張っているので、どういう起用しようかっていうところも、おそらく悩みの一つにはなってくると思うんですけれども、それもまた楽しみの一つになると思いますね。はい。さあ、最後に番組お聞きの方にですね、ぜひ e ベースボールプロプレイヤーを代表して、このプロリーグ2020で注目してほしいポイント、メッセージいただけますでしょうか。はい、e ベースボールは野球の面白さと、ゲーム、テレビゲームですね、のスピーディーな展開のいいとこ取りの、e スポーツだと思います。で、現実の野球、さながらの熱い試合展開をお見せできるように、我々も精一杯、プレーしたいと思います。で、e ベースボールは4人1組のチーム戦なので、チーム戦ならではの一体感も感じていただけると思います。ぜひ皆様、ご視聴いただければと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、e ベースボールプロリーグ2019シーズン MVP にして、ホームラン王と打点王という、ジャイアンツ、立野弘樹選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、しっかりとした受け答えでしたけれども、真中さんいかがですか？いや、でも去年の立野は手つけられなかったですからね。先頭から4打席、連続ホームランやりましたもんね。すごいバッティングをいきなりで開幕戦で見せられたので。そうでしたね。今年も大いに期待したいですね。はい、さあ、今年は立野包囲網ができるのか、e ベースボールにもご注目。この後は皆さんからいただいたメール、ツイッターご紹介していきます。日本放送ショーアップナイタースペシャル、e ベースボールプロリーグ e オールスター2020。真中満さんの解説で東京有楽町のスタジオから生放送。お送りしてました日本放送ショーアップライタースペシャル e ベースボールプロリーグ e オールスター2020は4対3セリーグが最後藤川球児投手で逃げ切っております。皆さんからツイッターメールたくさん募集していっぱいいただきました。ありがとうございました。ここで締め切りとさせていただきます。メールでクリちゃんさん、はい、回転が早すぎるけど楽しんでいます。本物みたいに引き込まれております。はい、実況も間がなくて大変かと思いますが、お二人の掛け合いはさすがです。マラガさんのオールナイトニッポンを聞いてみたい。いやそれね、俺に言われてもね。いやでもどうですか、後ろのスタジオの外は真っ暗で、はいはい、この暗がりの中やるスタジオの雰囲気っていうのはなんかでもいいですね。ちょっと今後の勉強になるかな今日は。アピールをしておりますので、日本放送、はい、編成部の方皆さんどうぞお願いいたします。清水さん、真中さん、こんばんは。こんばんは。こちらはお名前が書いて大和田さんですね、はい、オールセントラル対オールパシフィックのゲームだけに指令通り進む最高のゲーム、実況も解説もとてもワクワク放送、はい、ゲームだけに疲れ知らずの選手のいいところを指導して戦略する指導者に感謝します。真中さんの情報が出てとても面白かったです。あでもね、本当それはちょっといいベースボールさん、しかできないね。真中さん監督経験者ですから、選手の気持ちを考えでスパッと変えられるっていうのがこのゲームの良さだっておっしゃってます。それね、そうだからもうメンタル関係ないですから。普通だって岡本の代打とか出しづらいけど、ゲームの途中でいきなりもう岡本変わりましたからね。そうなんです、もう全然できますから。それはすねますよね。もう3分の1だろうが満塁だろうが勝ちがつこうが何か関係なくパッと変えれますプレイヤーのやりたい選手でいくという、ね、そうです、それが一番いいところです。でもこれがまたいいね、采配の妙を演じるわけで、そういうことです。楽しいところがあります、はい、ツイッターでもいただいています。ダリスさん、真中さん、清水さん、遅くまでお疲れ様でした、はい、パワープロもラジオ中継という斬新な企画とっても楽しかったです。いやでも本当に今日斬新だよね。俺もどういう風にやるのかなと思ったんだけど、私も意外とちゃんとなるんだなっていう感じはした。結構自信はあったんですが、はい、やってからはドキドキハラハラの連発でした。いやでもそうだよね、本当に。でもね、僕もなんか今のさっきのあれ聞いててもね、なんか本当に実践さながらの感じ、様になってたかな。いや、なってました、はい、なってました。もう一つ、
サンズについて、はい、今日ねサンズ誕生日なんですって。あ、誕生日なんですね。イーオールスターで誕生日弾か、はい、これを見越して真中さんも推薦してたら演出が行きすぎる。いや分かってましたよ誕生日ぐらい。ほんまかいな、ほんまかいな。そういうことでね、皆さんからもいい感じのゆるくツッコミをいただいておりまして、ね、はい、本当に楽しい放送中継となりました。ということでこの時間は真中満さんと皆さんのツイッターメール振り返りました。今かかっている曲は e ベースボールプロリーグ新しい2020シーズンの公式テーマソングベリーグッドマンの新曲パワーです。ベリーグッドマンと e ベースボールプロリーグ、これで3年連続のコラボとなりまして盛り上げていただいていますが、まさにプレイヤーもファンもパワーをもらえるようなそんな爽快な曲になっております。本当にね元気の出てくる歌多いですよね、ベリーグッドマンね。リプレイと一緒に重ねてみると涙出そうになるんですよ。なんかねすごい回想シーンにぴったりなんだよね。イーベースボールって実は我々もやってそうなんですけども、うん、プレイヤーもそうなんですが、うん、結構涙ちょちょ切れそうになりますよね。いやそうなんですよ、実は、うん、いろんなこう、ね、ドラマがあるんでね。ゲームなんだけどそうなんですよ、高校野球のようななんか一発勝負のような緊張感とかね、そうそう、うん、すごいわかります。だからそれをちょっとうまく伝えれればと僕らも思いますよね。今年もいい意味で涙を流したい、うん、そしてまた野球のオフシーズンでもいい野球のこの面白さをお伝えしたいと思います、うん、はい、そんな真中さんは実は、はい、e ベースボールプロリーグ応援監督に今シーズンも就任される、昨シーズンに引き続きということが決まりました、はい、そうなんですよ。だからまあ今年でね応援監督とした2年目なのでね、本当にこのね e ベースボールのね面白さをねみんなに伝えればと思って頑張ってるんですけど、そうですよね、はい、もうなんか今年もねうまく伝えれるように頑張りますよ。真中さんも初年度は初めて見て、はい、いろいろ目から鱗のことがあったというふうに伺いましたけどね、はい、やっぱりね選手の必死なあのプレー見てるとね、いやなんかいろいろこう思い入れも入ってきてね、そうですね、いや本当こう感動的なシーンもいっぱいありますし、ぜひみんなに注目してね、見てもらいたいですね。その引き金はまずもう来月に17日 e ドラフト会議がありますので、ね、そうですね、まずドラフトから入りますんでね、ドラフトでまあくじ引きみんな間違いないまず頑張ってほしいけど、そこから選手をしっかり選んでね、くじ引きのポイントはしっかり確認することです。確認すること、はい、これはどんな人生において大事なことであります。いちいち言わすなそんなこと。失礼いたしました。まあプロ野球も本当にもうラストスパートで、うん、ジャイアンツの優勝マジックに断コン戦のパリーグと、そうですね、ちょっとねセリーがもうジャイアンツっぽいけどパリーグこれまだまだね、本戦分かりませんから、はい、本当にギリギリにならないと分かんないじゃないですかね。今年はセリーグクライマックスなし、パリーグクライマックス2位までというところで、はい、そうなんですよね。日本シリーズもちょっとレギュレーションもいろいろありそうなので、うん、そうそう、でもほらここのとこずっとセントラルリーグもね苦戦してるからね、はい、日本シリーズどうかな、ちょっとセントラルリーグの意地も見たいなっていうところはね、そうですね、感じますよね、うん、どこに優勝 X デーが出るか、うん、セパともに楽しみです。本当に真中さんと私も含めてですね、はい、日本放送ショーアップナイター、さらに e ベースボールプロリーグで今シーズン野球を一年中お楽しみいただきたいと思いますので、真中さん引き続きよろしくどうぞ。はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、ということでお送りしました e ベースボールプロリーグ e オールスター2020解説、真中満さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況担当日本放送清水久志でお送りいたしました。